く、何なんだあのガキは。ちょっと公平、どこ行っちゃったの。タバコだよ。せっかく結婚の挨拶でお前の実家まで来たのに気分最悪だ。ありゃ誰の子供だ。私のお姉ちゃんの娘、るいちゃんって言ってまだ9歳なの。あのガキに言われた言葉がまだ耳から離れねえ。お前も聞いただろ。うん。お姉ちゃん、この男の人と結婚するの絶対やめた方がいいよ。この人人殺しだから。私もすごく驚いちゃった。その場にいた親族も全員ドン引きしてたよ。いくら子供でも言っていい冗談と悪い冗談があるだろう。そうだよね。でも多分冗談だと思わなかった人もいるんだと思う。だからあんなに静まり返っちゃったのかなって。どういう意味だ。俺が本当に人殺しだって思われてるってことか。そうじゃないけど、るいちゃんって昔から不思議な力があるみたいでさ。は？突拍子もないことをいきなり言い出して、でもそれがことごとく当たってるみたいな。例えば。ママお財布どうしたのって急に言い出したと思ったら、お姉ちゃんが本当に財布をなくしてたり、パパ今日はバスでお仕事に行っちゃダメって言ったと思ったら、乗る予定だったバスが事故にあったりとか。気味悪いの。相手のことが過剰にわかるみたいなことかな。よくわからないけど、こういう話がいくつもあるの。じゃあやっぱり俺が人殺しだってみんな思ってるってことかよ。だから違うって。お前はどうなんだ。あのガキの言うことをどこまで信じてる。それは。は？返事濁すところかよ。私はあなたが犯罪者だなんてこれっぽっちも思ってない。じゃなかったら実家になんて連れてこないよ。まあな。でもルイちゃんがあんなデタラメな嘘をつく理由もわからなくて。あ、わかったぞ。え？俺最近デンジャラス天国ってゲームにハマってんだ。好きな武器を選んで人をバンバン殺していくサバイバルゲーム。なんか物騒なゲームね。もしかしたらそのことを言ってるんじゃないかな。現実と見間違えるくらいリアルなゲームだし。そうなのかな。子供だしありえるだろ。つうかそれしかねえ。だって俺は人殺しどころか前科の一つだってないんだからな。うん。まあでも二度とあんなことを言われるのはごめんだ。ルイってガキにはちゃんと注意しとけよ。わかった。じゃあそろそろ戻るわ。あ、そういえば。あ？あの元カノさんの件ってどうなったの？何が？エリさんって人だっけ？私と一緒にいるときすごい鬼電来てたじゃない？私が聞いたら元カノがストーカー化してて困ってるって。ああ、あれなら大丈夫だ。警察に行って解決してもらった。そっか。だからお前は何も心配する必要はない。俺を信じてついてきてくれ。うん。その夜。お姉ちゃん今大丈夫？どうしたのさやか。今日のことなんだけどさ。ああ、ルイの発言。うん。私も本当に驚いちゃった。さすがに今回は何かの間違いだと思うけど。だよね。でもどうも気になっちゃって。その後ルイちゃんは何か言ってた？うん、うん、あなたにそんな言葉使っちゃダメよって注意されてたしね。また同じこと言って公平がピリつくのも嫌だったから。でも本当はルイちゃんにもっと話を聞きたかったんだ。そうなの？うん。今そこにいる？いるよ。変わるね。お願い。どうしたの？今日はごめんね。注意しちゃったけど、本当はルイちゃんともっとお話をしたいんだ。そうなの？うん、詳しく聞かせて。あのお兄ちゃんが人殺しってどういう意味なのかな。あのお兄ちゃんそういうゲームを最近やってるらしいんだけど、ルイちゃんが言ってるのは現実の話？そうだよ。あのお兄ちゃん多分若い女の人を殺してる。え？それで多分どこかに隠しちゃったんだと思う。何それ、一体どこに？すごく暗いところかな。はっきりとはわからないけど。押し入れの中とか、それとも土の中に埋めちゃったとか。わかんない。やだ、私ったら何聞いてんだろう。
なんかこのこと考えると怖くなってくる。もう考えたくない。そうだよね。ごめんね、るいちゃん。いろいろ教えてくれてありがとう。もうママに代わってもいい？うん。 LINE 見てたけど、マジ？いや、私も信じたくないけど。もし本当だとしたらヤバすぎるわよ。あなたの身にも危険があるかも。でも私に何かしようとしてたら結婚なんてしないよね。それは保険金狙いとか？でもそんな高額の保険入ってないし。とりあえず私、公平のことを調べてみようと思う。え？なんか危なくない？私が直接調べるわけじゃないから探偵さんに依頼してみる。でも浮気問題ってわけでもないし、調べたところで何かわかるのかな。実はちょっと気になることがあるんだよね。何？るいちゃん、若い女の人って言ってたでしょ？うん。実は最近エリって人から公平に鬼伝があってさ、聞いたら元カノがストーカー化して困ってるって。どういうこと？そのエリさんが鬱陶しくて公平くんがやっちゃったってこと？考えたくないけどね。公平は警察が解決してくれたって言ってたけど、実際ストーカー問題って警察はなかなか動いてくれないって言うし。でもそれで殺すとか。とりあえず探偵さんにはエリさんのことも含めて調べてもらおうと思う。わかった。何かあったらすぐ教えてね。うん。1週間後。今大丈夫？ちょうど昼休憩に入ったところだ。どうした？いろいろと話したいことがあってね。なんだよ、結婚式の段取り？ああ、それとも新婚旅行の相談？あ、席はいつ入れる？やっぱり結婚の話は白紙かな。は？なんでだよ。ひょっとしてまだあのガキの言ったこと気にしてんのか？そうだね。気にしてるっていうより気にしてた。だから悪いとは思ったけど、あなたのこと調べさせてもらったの。え？探偵さんを雇ってね。おかげでいろいろなことが分かったわ。何してんだよお前。一体何を調べたんだ？まずあなたに鬼伝してきたエリって女の人のこと。確かにあなたの元カノらしいわね。そうだよ。ストーカー化して困ってたんだっけ？ああ、あの鬼伝見たらお前もわかるだろ、俺にベタ惚れなんだよ。でもおかしいわね。探偵さんの調査によると、あなたは彼女に何百万円も借金をしてたそうじゃない。え？エリさん、職場の人に愚痴ってたらしいわよ。元彼がお金を返してくれなくて困ってるって。いや、それはストーカーじゃなくてお金を返してもらうために鬼伝してきたんじゃないの？しかもそのエリさん、もう1週間以上も会社を無断欠勤してて、警察に言おうっていう話も出始めてるんだって。知らねえよ。あなたがやっちゃったの？借金の催促があまりにしつこくて。ふざけるな、俺は何もやってない。探偵さんの調査でもう一つ分かったことがある。それはあなたの奇妙な行動について。は？仕事が終わった後、頻繁にある場所へ行ってるそうね。何のことだか。一体何の用があるの？山奥なんかに。知らん。もしかしてそこにエリさんが埋まってるとか、それで動物が掘り起こしてないか不安になって見に行ってるとか。お前いい加減にしろよ、さっきから何を言ってる。じゃあ山奥へは何しに行ってるの？ただ行って戻ってきてるだけみたいだけど。それはそのあれだ、ストレス発散だよ。一人で叫んでるんだ。叫び声の報告は来てないけどな。もういいだろ、そこまでして俺を犯罪者にしたいのか。別にそういうわけじゃないけど。だったらもういい、結婚の話はなしにしよう。え？お前の望む通り白紙に戻してやるよ。だからもう二度と俺には関わるな。これ以上探りを入れられたら困るとしか聞こえないわね。黙れ、もうブロックする。すでに警察は動いてるわ。は？探偵さんにもらった情報をすべて渡したの。今頃山の中を入念に調べてるはず。嘘だろ。
何かが埋まってるなら見つかるのは時間の問題だろうね。そんな、その反応は自白と捉えていい？あなたがエリさんをやったんでしょ？ああ、そうだよ。俺がこの手で埋めた。やっぱりか。借金の催促があまりにしつけえし、会社にも連絡するとか脅してきやがったんだよ。それで一体何の借金？いくらくらい借りてたの？ギャンブルで400万くらい。あいつには親の入院費って嘘ついたけどな。それがバレて別れたんだ。そりゃ催促もされるわ。でも俺はあいつを何度も抱いてやったし、カップ麺とかも作ってやった。それでチャラにしろよって思わねえか？全く思わない。俺が結婚することを知って、相手の親族にも言うなんてことも言ってきたんだよ。もうマジでうざかった。だからって最初はやる気なんてなかった。軽くぶん殴って分からせてやろうと思ったんだよ。でも気づいたらあいつ息をしてなかったんだ。恐ろしすぎる。なんてことを。それで山へ運んで埋めたんだよ。頻繁に様子を見に行ってたのは不安だったから？ああ、お前の言う通り、動物が掘り起こすケースが多くあるらしくてな。でもまさか人に見られてたなんて。優秀な探偵さんでよかった。元はといえば全部あのガキのせいだ。くそ、ルイちゃんには感謝しかない。何も知らずに殺人犯の妻になってたかと思うと背筋が凍る。もう警察は動いてるんだよな。俺の人生終わったわ。ああ、あれは嘘。え？あなたに自白させるために鎌かけたのよ。この自白の証拠を持って本当に警察へ行くけど。ふざけた真似しやがって。あなたが潔白である可能性も少しは信じてたんだけどね。残念だわ。いや、でも待てよ。じゃあまだ警察は何も知らないってことか？だったら何？頼む、さやか。警察には黙っててくれ。は？俺はこんなところで人生終わらせたくない。ふざけないで。なんで私が犯罪の片棒担がなきゃいけないのよ。俺たちは婚約までした仲じゃないか。そうね。あなたは口も悪いし、闇雲に行動するところがあるけど、中身はいい人だと信じてた。なのに人殺しだなんて。口止め料として100万払う。闇金にでも何でも借りて用意するから。これ以上私をがっかりさせないで。頼むよ、さやか。犯した罪はきちんと償いなさい。やだ、一体何年食らうことになるか。もうエリさんは帰ってこないけど、あなたは死ぬまで懺悔しながら生きていくの。なあ、まだ何かあるの？俺は本当にお前が好きだったんだ。何を急に。殺したことを黙ってたのもお前と結婚して幸せになるためだったんだよ。俺はお前を愛してる。嘘つけ。自分の身が危うくなったらあっさり私をブロックしようとしたくせに。それはそもそも人の命を奪っといて何言ってんの。あなたに幸せになる権利なんてない。そんなこと言わずに。もう二度と関わることはないわ。さようなら。さやか。後日談。殺人および死体遺棄の罪で逮捕された公平は懲役20年の判決を受けました。今回の事件はニュースでも取り上げられ、公平の親族は全員彼との絶縁を決めたそうです。20年の歳月を経て彼が出所するとき、迎えに来てくれる人間は誰一人としていないでしょう。今回の件、犠牲者が出てしまったことは本当に残念です。ただエリさんが公平に貸していたお金の返済請求権はご両親に移行したらしいので、娘さんの無念はご両親が果たしてくれることでしょう。私はルイちゃんのおかげで公平と結婚せずに済み、とても感謝しています。ところが彼女の不思議な力はもうすっかりなくなってしまったようですね。本人があの力を怖がっていたからでしょうか。ともあれ、今は友達と楽しく学校に行ってるみたいなのでよかったです。どうして電話切っちゃうの？久々に連絡くれたと思ったのに。ごめんお母さん、涙が止まらなくてうまく話せないの。
確かにずっと泣いてたわね。それに何か変なこと口走ってなかった？首を吊ろうと思うとか。もう限界かも。一体何があったの？向こうのご家族とうまくいってないとか。情けない娘でごめんね。あずさ、お母さんの質問にちゃんと答えて。本当にごめん。もう謝らないでいいから、何があったのか正直に話してよ。うん、ゆっくりでいいからさ。実は私、夫にも義両親にもあまり好かれてないみたいで、ここ数ヶ月間ひどい扱いを受けてるの。え？留守だの、のろまだの、毎日のように罵られて、渡せれる生活費は1000円だけ。お前はこれで1ヶ月間しのげって。何それ。最近は暴力も振るわれてる。体中にあざができてる。どうしてすぐ私に言わなかったの？まだ嫁いで1年も経ってなかったし、心配かけたくなくて。何言ってんのよ。もうお父さんも天国に行っちゃってるし、私の家族はあなただけなの。気を使う必要なんてどこにもない。ありがとう。他の誰かに相談とかはしなかったの？一度は自分でどうにかしようと思って警察に行った。え？でも事件性がないの一点張りで、まともに動いてくれなくて。そんな。結局それがバレて、暴力は余計ひどくなった。それでもう私どうしたらいいかわからなくなっちゃって、気づいたらお母さんに電話かけてたの。最初からそうしてくれればよかったのに。でも本当はそれもすごく怖かった。警察の時と同じように、相手にされなかったらどうしようとか考えちゃって。バカな子ね。そんなわけないじゃない。そうだよね。私お母さんの声聞いたら涙が止まらなかった。まだ泣いてるの？ううん、少しだけ落ち着いてきたかな。よかった、正直に話してくれてありがとね。うん。でももう大丈夫、私に任せて。どうするつもり？今から行ってあんたをいびってる3人を包丁で刺してあげる。は？なーに、別に殺しはしないわよ。太もものあたりをサクッとえぐってやるだけ。そうすれば少しは反省するでしょ。ダメだよお母さん。そう？じゃあスプーンで眼球を。それもダメ。冗談だってば。ちょっとは元気出た？もう。でもどうして向こうの家族はあなたにそんなことをしてくるの？わからない。最初はお母さんだけだったんだけど、いつの間にか3人で私を攻撃するようになって。そっか。今も3人だけで外食に出かけてる。私は今日もパンの耳。ふざけてるわね。それであずさ、あなたはどうしたいの？え？まだそこで頑張りたい？それとも離婚したい？それは。余計なことは考えなくていい。素直な気持ちを教えて。私はもう終わりにしたい。わかった。ごめんね。私が結婚した時、誰よりも喜んでくれたのはお母さんだったのに。そんなのいいの。今あなたが幸せかどうか、それが一番だから。ありがとう。とりあえず今からタクシーで迎えに行く。2時間くらいかな。でも誠がそう簡単に納得してくれるかどうか。そんなの裁判でも何でもすればいい。それよりあずさ、暴力を受けた証拠って何かない？例えば動画とか。うん、たとえ撮れてたとしても定期的にスマホの中身チェックされてるし、だからこのトーク履歴もすぐ消さないと。日記とかはつけてないの？身の回りのものも全て管理されてる。徹底してるわね。でもそういうことなら私にちょっと考えがある。え？まずは私とのトーク履歴を全部消して、それから1時間後。誠さん、ごめんなさい。お母さん、一体どうしたんですか？さっきうちのバカ娘から電話があったのよ。夫と義両親から毎日怒られていて辛いとかなんとか。うっ、ほんと甘ったれで嫌になっちゃうわ。あなたがドジなのが悪いって怒鳴りつけてやったけど。そうですか。迷惑かけてごめんなさいね。いえいえ、あの子って昔から出来が悪いのよ。嫁に入って少しはマシになったと思ったんだけど。まあでも大丈夫です。言うこと聞かなかったら厳しくしつけていいからね。私もずっとそうしてきたし。わかりました。ちなみにあの子今生きてる？え？電話だけじゃ怒り足りなくてさ、つい LINE で
首でも釣れやったたずって送っちゃったのよ。そうなんですか。うん、だから本当に死んでないか心配で。なんか違和感ありますね。え？お母さんとは何度かお会いしてますけど、とてもそんなことを言うような人には見えなかったんで。実はこれが本当の私なのよ。もう隠す必要もないかと思って。ちょっとあずさのスマホを確認します。お母さんが本当にそんなひどいことを言ったのかどうか。そう、私は何も嘘ついてないけど。お母さんやりますね。え？ LINE 見て驚きましたよ。旦那の靴は舐めて掃除しろ、嫁の飯は残飯で十分、トイレは1日1回まで。実の娘に対して随分手厳しいことで。しつけっていうのはそれくらいやらなきゃね。なるほどです。誠さんは普段もっとゆるくやってるの？そうですね、罵声といったらせいぜいブスとかドジくらいしか言ってないかもです。ダメじゃない、もっと厳しくやらなきゃ。はい、お母さんってそんな感じの人だったんですね。なんかいろいろと教えてもらいたいな。全然いいわよ。ちなみに体罰はどうしてる？私はガンガン顔面ぶん殴ってたけど。マジっすか。自分はそうですね、肩とか背中とかにグーパン入れるくらいです。顔だとあざが残って面倒なことになりそうなんで。甘いわね。顔を殴っても跡が残らない方法があるのよ。うわ、知りたい。親父とお袋も知りたいって言ってます。3人して肩や背中ばかり殴ってたの？はい、あとはまあローキックとか髪の毛引っ張り回したりとか。そっか、他にもいろいろと技があるから全部教えてあげるわ。お願いします、師匠。あ、そうだ、ちょうど今日そちらに行く用事があるの。どうせだからちょっと寄っていこうかしら。え、本当ですか？ぜひぜひ。じゃあ行くわね。多分1時間半後ぐらいになると思う。わかりました。あ、私が行くまで暑さには手を出さないでね。実践を持って本物のしつけってやつを教えてあげるから。了解です。1時間後。何が起きたんでしょうか？ん？確か僕たちに本物のしつけを教えてくれるはずですよね。ああ、家に入ってくるなりあずさをお姫様抱っこして外へ出ちゃって、もう何がなんだかわからないの？だとしたらあんたは相当なバカね。え？ゴミどもと一緒になって娘を痛めつける親がどこにいんのよ。私はクソ家族からあずさを助けに来ただけ。はあ？随分好き勝手やってくれたわね。あずさったらこんなガリガリに痩せちゃって、しかも全身あざだらけ。演技してたのか。うん、正面から堂々と言っても面倒なことになりそうだし。ちなみに私があずさに送ったいびりラインも偽造よ。あんたがスマホチェックするだろうと思って。ふざけた真似しやがって。すぐにあずさを返せ、ババア。あっさり本性出したね。あなたのことは好青年だと思ってたんだけどな。うるせえ。娘は返さないわよ。あの子はすがる思いで私に助けを求めてきた。首吊りまで考えるほど追い詰められてたらしいわ。知らねえよ。これは夫婦間の問題だ。お前の出る幕じゃない。あずさはもう離婚の意思を固めてる。そんなん誰がするか。あずさは俺たち家族の大切な奴隷なんだ。逃がすかよ。は？ちょっと大声出せばすぐビビるし、殴れば何でも言うこと聞きやがる。ストレス解消にもってこいの存在なんだ。自分が何を言ってるか分かってるの？もちろん。あずさと結婚するとき娘さんを必ず幸せにしますって言ってたよね。あれも全部嘘だったってこと？いや、あん時はまだ奴隷だとは思ってなかった。だったらどうして？あずさとお袋はどうもそれが合わなくてな。顔がムカつく、生理的に無理、そう言っていつもお袋がブチ切れてた。何それ。あずさも最初はそれなりに抵抗してて、俺も仲裁に入ってたんだよ。でもだんだん面倒になってきて、ある時ふと気づいたんだ。俺がお袋の味方になっちまえば解決じゃんって。は？例えば街中でおっさん二人が喧嘩してるとするだろ。片方に加勢するのと片方に加勢してもう片方を潰すの、どっちが楽で早いと思う？圧倒的に後者だろ。そうかもしれないけど発想がゴミくずすぎ。
要はやられ役を一人作っちまえばいいわけだ。気づけば親父も仲間に加わって、あっという間に3対1の構図が出来上がったよ。そっか、簡単に言えばあんたら家族は元からクズだったってわけだ。うるせえな。何でもいいけど早くあずさを返せ。さっきも言ったが離婚ならしないぞ。じゃあ裁判でもする？犯罪者に勝ち目なんかないと思うけど。はあ、警察に作るってのか。あずさが一度言ったらしいが無駄だっただろう。あの時は何の証拠もなく夫から助けてくださいとだけ言ったみたい。そりゃ警察も事件として扱わないわよね。でも今なら証拠がある。なんだよ証拠って。まずあんたの自白。今もアホみたいにペラペラ喋ってるけど、その前にもいろいろ言ってたよね。肩と背中にグーパンしてる、顔だとあざが残っちゃうからとか。あの時の LINE は自白を取るためでもあったのよ。そんなの大した証拠にならないだろう。それにあずさ本人の証言もある。あざの写真も撮って提出するわ。それでも決定的な証拠にはならない。あともう一つ。え？実はあなたの家を訪ねる前、ご近所さんに聞き込みをしたのよ。そしたらあなたたちがあずさを怒鳴りつける様子を聞いていた人がいた。それも一人じゃなく数人ね。嘘だろ。その中にはスマホで音声を取ってた人もいたわ。厄介ごとに巻き込まれるのが怖くて警察には言ってなかったらしいけど。そんなものまで。事情を説明してそのデータを譲ってもらった。これだけの証拠があればさすがに言い逃れはできないんじゃない。あのお母さん。何？ちょっと落ち着いて話をしませんか。私なら落ち着いてるわよ。冷静さを欠いたら今にもあなたたちを刺しに行っちゃいそうだから。あのあずさのことはすみませんでした。はあ？心から反省してます。だから許してください。黙れゴミ。あずさとはすぐにでも離婚させる。わかりました、離婚します。もうあずささんには近づきません。そう。だからその警察に言うのだけは勘弁してください。ふざけんな。クソ犯罪者一家を野放しにしておくわけないでしょ。この家は俺の収入で成り立ってるんです。親父もおふくろも年金が少なくて。だから逮捕されて会社をクビになったら俺たち家族はどう生きていったらいいか知らん。お母さんお願いします。あずさは首吊りを考えるくらい追い詰められてたの。あんたら刑務所行きまであるだろうね。そんな。仮に罰金刑で済んでもその地域で生きていくのは厳しいでしょ。あんたたちは犯罪者一家のレッテルを貼られるんだから。いやだ、どうか許してください。ん？あずさが何か言ってる。え？今このラインを一緒に見てるのよ。本当ですか？あずさ、すまなかった、頼むから許してくれ。あずさが返事してる。なんて。わかった、許す、だって。マジっすか？嘘に決まってんでしょ。地獄に落ちろカスドって言ってるわ。この子ったら口が悪いわね。そんな。というわけでさようならカスド。二度と関わることはないわ。待ってください。後日だ。複数の証拠によって誠とその両親は傷害罪で逮捕。脅しめいた発言も音声データに残っており、誠は実刑4年、両親は3年の判決を受け、家族揃って豚箱行きとなりました。あずさと誠の離婚も成立し、怪我の治療費や精神的苦痛の慰謝料はぶち込まれる前に回収。もう私たちがあのゴミ家族と関わることはないでしょう。彼らが出所後どう生きていくのかは知りませんが、今回の件はネットニュースでも大きく取り上げられたため、どこへ行っても肩身の狭い思いをするのは間違いないでしょうね。私はあずさと二人で平穏に過ごしています。心身ともに大きなダメージを負ったあずさですが、表情にも少しずつ笑顔が戻ってきました。お父さんごめんなさい、彼との結婚は無理です。ようか、今どこにいる？今はタクシーの中、お母さんの言葉に耐えきれなくて。誓いの言葉の直前にあんなことを言われれば当然だ。とにかくお前が無事でよかった。こんなことになってこれからどうなるんだろう。コウジ君もあちらのお母様も今は興奮しているけど仕方ない。訴えられたりしないかな？わからない、
だがお父さんが何とかする。まさかあんな人たちだったとはな。コジさん、今までとても優しかったのよ。お母さんもこんなことを考えている人だと思わなかった。結婚の挨拶で会った時に穏やかそうないい家族だと思ったのにな。本当にひどすぎる。あんまりよ。人は表向きだけじゃわからないというのは本当だな。そうね。会社を経営する金持ちの旧家、そんな見た目に騙されたな。借りたお金はどうなるかな。心配するな。むしろお前に悪いことをした。こんなことなら借りるんじゃなかった。すぐにでも何とかしないとな。でも浩二さんからお父さんの会社の整備投資を申し出たのよ。少しくらいなら待ってくれるんじゃないのかしら。そうしてもらえれば助かるが。2300万だっけ。ああ、銀行をもう一度回ってみるよ。それよりもう婚姻届を出してあるんだよな。うん、私は結婚式の後でもいいと思っていたんだけど、お母さんに強くせかされたの。そうか、離婚届を書いてもらわないとな。すんなり書いてくれるといいんだけど。絶対に書いてもらう。陽子をあんな家に嫁がせるものか。お父さん、ありがとう。10分後。なんでいなくなったんだ。ドレス姿で帰るなんて狂ってる。お母さんに文句言って。あれはないわ。は？お母さんが婚姻届を先に出せって言った理由はこういうことだったのね。それは夫婦として挨拶するためだろ。違うでしょ。私を逃がさないためってお母さんは言ったのよ。そんなの聞き間違いだろ。そんなことない。田中家の嫁としてもう逃げられないからねってはっきり言ったもの。お願い、結婚式を挙げなかったんだから離婚してください。お前が勝手に誓いの言葉の直前に逃げ出したんだぞ。俺は式を挙げるつもりだったんだ。せっかくの式がめちゃくちゃだ。とにかく無理よ。ふざけるな、冗談じゃない。私は浩二さんと二人で幸せな生活をしたかっただけなのに。俺はお前と二人きりでなんていつも言ってないよな。同居するとも言ってないわ。おまけに同居だけならまだしも。こんなことしてただじゃ済まないって分かっているよな。お前の父親に貸した2300万を返せ。それは必ず返すわ。今お父さんが銀行に当たっているから少し待って。今すぐ利息もつけてきっちりと支払うんだ。今すぐなんて無理。それに利息をつけるなんて聞いてない。今すぐ戻ってくるなら許してやるぞ。そんなこと言われても。田中家の嫁に借金があったらみっともないだろ。だから払ってやったんだからな。そんな言い方って。貧乏人なら文句言わずに俺と母の言うことを聞けよ。わかりました。利息もつけて返します。でもお願いだから時間をください。今すぐだ。出なきゃ結婚式に出ろ。どっちも無理よ。まだ新婦を待たせているから今から誓いの言葉をするぞ。あなたと誓いの言葉なんかあげたくない。借金している貧乏人がつべこべ言うな。私は借金の方に結婚するわけじゃない。こんなのおかしい。俺がプロポーズした時に喜んでいたのは誰だよ。お前だよな。浩二さんはあの時まではとても優しかったんだもの。結婚と決まったら式の準備でやたらああしたいこうしたいって注文つけたよな。それは私の希望を何でも叶えてやるから遠慮するなって言うから。結婚式は子供の頃からの憧れだったのよ。だからつい。それを全部聞いてやったんだ。それは分かってるけど。それで何が不満なんだよ。私はあなたと一緒に家庭を作れるものだと思っていたの。それなのに先に話もしないで。そうしたら文句なかったのか。それは。そら見ろ、どうせただのわがままじゃないか。でもあんなの常識ではありえないわよ。結婚式まではお前の望み通りにしてやったんだ。だからこれからは俺たちに絶対服従するんだよ。今すぐ戻ってこい。結婚式当日、チャペルで誓いの言葉を言う直前に私は離婚を決めました。私は陽子、30歳。私は父子家庭で育ちました。母は幼い頃に病気で亡くなり、男で一つで育ててくれました。父はとても優しく大好きです。浩二とは働き出してから友人の紹介で知り合いました。浩二は会社を起こしてすでに亡くなったお父さんの後を継いで社長をしているエリートのお金持ち。実家も旧家でかなりの資産を持っていると聞いています。
デートではいつでも私をリードしてくれました。行き先はすべてコーチが決めて、私の知らない高級な場所へ連れて行ってくれます。それが新鮮でとても嬉しかった。そんなコーチにプロポーズされた時、私は舞い上がりました。二人で幸せになりたいと思って結婚を決意したのです。父は小さな町工場をやっています。技術は高く評価されるものの、頑固で職人かたぎなところのある父の工場はあまり儲かっているとは言い難いようです。最近長年使っていた機械が古く、たびたび動かなくなり困っていました。このままでは仕事ができません。どうしても買い替えなくてはならず、どうせなら最新の機械に入れ替えれば業績も上がります。でもなかなか銀行の融資が下りずに父は困っていました。結婚前の両家顔合わせでふとそんな話になり、その場で義母の幸子さんが無利子でお金を出してくれることになったのです。喜ぶ父を見て私も幸せでした。でもそれは甘い考えに過ぎなかった。浅はかすぎた自分の考えに今はとても後悔しています。そしてこの後、義母と浩二はさらにとんでもないことを言い出したのです。数週間後、式場費用全額324万、借金2300万、合わせて2624万、早く払え。利息は 20% だ。それと慰謝料も請求する。それができないなら今すぐに嫁として戻ってこい。そんなの嫌。なんで式場費用を全額私が払うの？慰謝料って何のことよ。お前が逃げ出したせいで結婚式が中止になったんだぞ。そのせいで俺は恥をかいたんだから当然だよな。それはあなたもお母さんもありえないことを言うからよ。当たり前のことしか言ってないぞ。こっちは腕のいい弁護士を雇ったんだ。このままなら裁判だからな。裁判って？借金のある貧乏人に弁護士なんか雇えないよな。さあどうする？そんなお金は無理よ。だったら戻ってきて三つ指ついて謝れ。あなたは嫁が絶対服従をする召使いとでも思っているの？絶対に戻らない。借りたお金はできるだけ早くに返します。それよりも早く送った離婚届にサインをしてよ。だから離婚はしない。それにこのままだとお前の親父の会社もどうなるかな。え？俺からの借金以外にも銀行からかなりの額の融資を受けているんじゃないのか？なんでそんなことまで知っているの？うちは銀行の支店長ともかなり親しいんだよね。俺も母さんも顔が利くぞ。それって脅し？さあね。俺だけでなく銀行からも今すぐ借金を返すように言われたとしたら大変だよな。ひどい。俺も母さんも陽子のためを思ってお前の親父に金を貸したのにな。行為なんだぞこれは。そんなの行為とは言わない。お前はそこそこ見た目も良くて貧乏で俺の言うことを素直に聞く都合がいいやつだと思ったのにな。あなたって最低の人間よ。絶対にあなたの思い通りにならないから。いつまでそんな威勢のいいことを言っていられるかな。お前は必ず俺の嫁になるんだ。2週間後、弁護士からの書類が届いた頃だよな。このままだと裁判になるけどいいのか？あら、弁護士さんからまだ聞いてないの？何のことだ？お借りしたお金は利子もつけて全てお支払いします。え？あと式場代はそちらに請求します。あと慰謝料もこっちがもらうわよ。どういうことだ？お前たちに金なんかないはずだ。父の持つ特許にお金を出してくれる企業が現れたの。1億ですって。さすがよね、私のお父さん。はい？あの貧乏親父が特許？以前から父の特許を買い取りたいって言われていたけど、父は手放したくなくてずっと断っていたんですって。あんな小さい町工場だぞ、そんな企業がいるわけない。小さい町工場だとバカにしていたんでしょうけど、技術力もアイディアもあって業界内では注目されてきたの。しかも特許を売り渡すんじゃなくて年間1億の使用権でいいってことになったのよ。売り渡すんならその10倍にはなるのかな。銀行の支店長にいくら言っても融資を引き上げなかった理由はそれか。銀行担当者が言っていたわ。あなたがあまりにもしつこいから新規融資を出せなかったって。それはわざと父がお金を借りるように仕向けたのね。いくら地元の名士で顔が利くからって。ひどすぎるわよ。貧乏人なんて
金さえ出せばすぐに言うことを聞くもんだろ。金を出したんだから俺の言うことを聞けよ。本当に最低。お金で人の気持ちは買えないの。うるさい。最初は俺との結婚を喜んでいたくせによ。それはあなたの本性を知る前よ。私はあなたと結婚するつもりだったのに、あなたのお兄さんの面倒を見ろとかひどすぎる。仕方ないだろ、兄貴は引きこもっているんだからな。嫁が面倒見るのは当たり前だ。日常生活のことならね。それだけじゃないでしょ。夜お兄さんのところへ行けって言ったのよ。母さんが長男の子供が欲しいって言うんだから仕方がないよな。もうあなたと連絡を取るだけ無駄ね。こちらも弁護士を雇ったわ。それと警察にも訴えさせてもらいます。は？強要罪になるのかな。弁護士さんと相談中だけど、このままにはしないわ。覚悟しておいて。あとこのことはすでに銀行やあなたの会社関係にも伝わったみたい。大丈夫かしらね。え、どういうことだ。すでに何社かはあなたとの取引を考え直したいと言っているらしいわよ。嘘だろ。業績が下がれば銀行から融資の返済を求められるわよ。払えるのかしら。まあ頑張ってね。余計なことしやがって。警察に行くのもやめろよ。俺はただ母さんの言う通りにやっただけなんだ。母さんが悪いんだ。俺のせいじゃない。後日談。もともと横柄な態度をとっていた工事の会社はあっという間に評判を落とし、業績が悪化。銀行からも融資の返済を求められ、持っていた土地や資産を処分して倒産は免れたものの一文なしに。もちろん工事は裁判に負け、罪にも問われました。結局工事たちはどこか別の土地へと引っ越していきましたが、相当な貧乏暮らしを強いられているという噂です。父の会社は新聞などにも取り上げられ、一気に有名になりました。私は今忙しくなった父の会社を手伝っています。これからは私を助けてくれた父を支えて、この会社をますます大きくしていきたいです。本当俺って家族思いだよな。結婚できたことに感謝だね。いきなりどうしたの。仕事で忙しい奥さんのために俺と子供たちだけで帰省するんだぜ。そのことだけど、今年の夏は帰省するのやめない？毎年母さんが楽しみにしてるのにそんなことできるかよ。子供たちの面倒を見れるの？はあ。イクメンの俺様にかかれば育児なんて余裕、仕事の10倍楽だわ。そんなこと言って毎日私が子供たちのお世話してるじゃない。いやいや、お前が家事してる間俺が見てるだろ。子供たちにはテレビ見せて、あなたはスマホゲームしてるじゃない。ちゃんとチラチラ様子見てるから、どっちにも集中しないといけないから大変なんだぞ。それ面倒見てるって言わないから、やっぱり心配なんだけど。実はまだ本気出してなかったんだ。夏休みで俺は覚醒する。なんで今まで本気出さなかったのよ。仕事を言い訳に育児に参加しなかったから反省してるんだよ。え？どうしたの？そろそろ俺も生まれ変わらないといけないなって気づいたんだ。そんなこと言ってくれるとは思わなかった。その言葉信じていいんだよね。当たり前だろ。夫婦は支え合っていかなきゃいけないしね。いつもありがとう。ちょっと照れくさいけど感謝してるんだぜ。いいのいいの、その言葉だけで嬉しい。だから今年の夏は実家で修行がてら頑張ってくるよ。その気持ちは嬉しいけど、やっぱり不安だな。そんな風に言われるとやる気なくすわ。せっかく頑張ろうって思ったのにな。大切な家族のために。もし何かあれば必ず連絡してくれる？もちろん。ほうれん草はしっかりやりますよ。これ社会人の常識だよね。わかった、信じてみるね。任せろって。母さんには俺から連絡しとくから。わかった、ありがとう。私の名前は愛と申します。夫の名前は克幸。職場恋愛で結婚に至りました。夫は話し上手で職場ではムードメーカー的存在です。そんな夫は職場で育児の大変さをよく語っていますが、全く家事育児をしていません。ですが家庭的な人と結婚できて幸せ者だねとか、ちょっと頼りすぎじゃないなど言われ、腹が立ちますが、夫の評判を気にして何も言えずにいます。そんな夫はマザコン気質で、私と義母はあまり仲が良くありません。義母は長男卿のため男以外興味がなく、息子には優しく接してくれますが、娘には冷たく、
時には睨みつけたりします。そのことを夫に相談しても、そのうち平等に接するようになるよ、気にすぎだからときちんと対応してくれません。私が日頃から義母と夫に注意していれば、娘があんな思いをすることはなかったのにと今では後悔する日々です。5日後、子供たちは元気にしてる？元気元気、ちゃんと面倒見てるから心配いらないよ。私がいないから寂しがってない？まったく、逆に叱られないからのびのび過ごしてるよ。楽しく過ごせているなら安心した。だけどいけないことをしたらきちんと注意してね。そんなこと言われなくても分かってるから、イクメンなめんなよ。こんな長い期間子供たちと離れたことがないから不安なのよ。お前は仕事のことだけ考えればいいから、子供たちのことは心配するな。それは無理よ。ちなみに子供たちの写真とか撮っていないの？忙しくて写真なんか撮れるかよ。こっちは休む暇もないんだからな。でもずっとスマホ見ていないわけじゃないでしょ。お前は仕事から帰ってきたらダラダラできるけど、こっちは24時間体制で子供の面倒を見てるんだよ。母親ならわかるだろ。確かに大変なのはわかるけど、写真の1枚ぐらい撮れると思うんだけどな。俺は完璧主義者だから子育てに集中してるの。お前みたいにスマホ依存症だったら話は別だけど。育児の合間にちょっと見るぐらいで依存症って。仕方ないから、もし写真撮る時間があれば送ってやるよ。わかった、ありがとう。それと娘のことなんだけど。まだ何かあるの？俺忙しいんだけど。お母さん、娘とも遊んでくれてるのかな？何が言いたい？お母さん、息子には優しいけど、娘にはちょっと言い方がきつい時があるから心配で。母さんが娘にはひどい態度取ってるって言いたいのか？そうなるかな。そんなことするわけないだろ。母さんと気が合わないからって言いがかりはやめろよ。だって息子には何でも買ってあげるのに、娘には飴一つ買ってくれないじゃない。運が悪いだけだろ。上手におねだりしなきゃな。それだけじゃないわ。娘がお母さんのために作ったブローチを目の前でゴミ箱に捨てたこともあったじゃない。母さんが嫌いだからってそんな嘘までつくのか？何度も言ってきたのにどうして信じてくれないのよ。母さんはお前と違って育児の大ベテランだぞ。母さんなりのしつけかもしれないじゃないか。どこがしつけなのよ。家のことすべて中途半端なやつに言われたくないな。意見を言うのはきちんとできるようになってからお願いします。確かに完璧とは言えないかもしれないけど、私なりに頑張っているのに、その言い方はあんまりよ。俺だって言いたくないよ。だけど実の母親を悪く言われたら誰だって腹が立つと思わないか？ちょっと子供たちに対して差があるから気をつけてほしいのよ。娘がかわいそうだわ。俺がちゃんと見てるから大丈夫だって、安心しろよ。絶対よ。しつこいな。お前は子供より仕事を取ったんだ。黙って仕事だけしてればいいんだよ。仕方ないじゃない、急にお願いされたんだから断れなかったのよ。あなたも同じ職場だからわかるでしょ。いや、俺だったら断るね。頼まれてないから言えるのよ。とにかく夏休み期間中は俺がしっかり見てるから安心しろって。でも子供たちの様子が気になるから行くわ。わかった、できたらでいいから写真を送ってね。しつこいな、あんまり期待するなよ。じゃあな。1週間後、息子がさらわれた。え、嘘でしょ。しらばっくれるな。連れて行ったらお前の妹だろ。なんだ、顔覚えていたのね。お前たちのせいで母さんが傷ついて泣いてる。どうしてくれる。そうなんだ。息子と公園で楽しく遊んでいたのにいきなり手を引っ張って連れて行かれて、こっちはパニックなんだ。だから。なんだよその言い方。いいから息子を返せ。娘は？そういえばいないな。娘のことは誰が見ていたの？母さんが見てくれていたはずだけど。おかしいね。私が聞いた話だと娘は公園の隅にボロボロの姿で倒れていたって聞いたけど、そんなわけないだろ。大人が2人もいて娘が倒れていることに気づかないなんて。何していたの？一人で遊びたいってわがまま言うから好きなようにさせてたんだよ。それでも公園の中にはいるんだから様子は見れるよね。たまたま見ていない時に倒れたのかもな。それに娘だけ食事を与えなかったのね。そんなことするわけないだろ。妹が倒れている娘に駆け寄った時なんて言ったと思う？知らねえよ。おばあちゃん私のこと嫌いなのかな？私だけご飯食べちゃダメって
私はいらない子だからママのところに帰りたいって言ってたよ。大げさだな。今日は暑かったから熱中症で倒れただけだろ。食事は与えていたし、母さんもそんなこと言うわけないだろ。だったらなぜこの数日で痩せているのよ。それに息子の洋服は新品なのに、娘の洋服はボロボロで何日も洗っていない状態だと聞いたけど。被害妄想はやめろよ。全部たまたまだから。どうして妹があなたたちのところへ行ったかわかる？知るかよ。今日課長に聞いたんだけど、本当はあなたが仕事に出るようお願いされていたのね。何のことだよ。お母さんが体調を崩したからお世話をしないといけないので、仕事は嫁にお願いしてください。それに忙しい嫁のために子供たちも連れて行くって課長に言ったみたいね。大体合ってるだろ。嫁と母親は仲が悪いから俺が行かないといけない、俺にばっかり負担が来て大変なんですよって愚痴ってたみたいね。愚痴っていうか本当のことじゃん。だから嫌な予感がして妹に様子を見に行ってもらったのよ。もう少し遅かったらどうなっていたことか。大げさだな。別に会社に迷惑かけてないからいいよね。娘も特に問題ないだろ。絶対に許さないから。悪かったって。母さんが嫁がいると息子と自由に遊べないって言うから願いを聞いてあげたかったんだよ。だからって嘘をついていい理由にはならないし、娘をないがしろにする理由にもならないよね。正直俺も母さんも跡取りの息子にしか興味ないんだわ。本気で言ってる？だって娘はいずれ結婚したら他人になるだろ。だけど息子はずっと家族だからな。だから息子だけでも今すぐ帰ってくれよ。あなたたちに子供を任せたら不幸になるわ。絶対に子供たちは返さない。息子だけでいいんだって。これ以上あなたと話すことはないわ。そんなこと言ってもいいの？母さん今から警察に通報するってよ。どうぞご勝手に。困るのは私じゃなくてあなたの方よ。まだ現状を理解できてないみたいね。黙って聞いてればいい気になりやがって。実は私会社にいるの。仕事だから仕方なくいるんだけど、今までのやりとり全部課長に見せてるから。は？私の様子がいつもと違うことに気づいてくれてね。次出社した時話があるから朝一で課長のとこに来るように。だってよ。なんてことしてくれたんだ。それに警察に通報するって言ってたけど、しなくて大丈夫だから。どういうことだよ。妹が先に通報してるからね。あなたたちの手間が省けてよかったじゃない。そろそろお迎えが来るわよ。意味わかんねえよ。近所からの通報もあったらしいからすぐには帰れないかもね。冗談やめろよ。育児が意外と大変でちょっと手を抜いただけなんだよ。お前も母親ならわかるだろ。これから頑張るからさ、機嫌直してくれよ。ちょっとのレベルを超えてるし、これからは二度と来ないから。反省してるから許してくれよ。家族だろ。やばいやばい、パトカーが来たんだけど、どうしよう。知らないわ。他人になる人間に興味ないし。俺これからどうなるんだよ。近所の人たちも集まってるし、逃げたくても逃げられない。怖いよ。警察の次は弁護士が待ってるから。これから大変ね。離婚の手続きは依頼してるからよろしくね。ちょっと待ってよ。助けてよ。本当お願いします。これ以上話すことはありません。弁護士を通してください。さようなら。俺も母さんもどうしたらいいんだよ。警察が玄関どんどんしてる。返事くれよ。助けてくれ。後日談。夫と義母は家の裏から逃亡を図りましたが、近所の方に取り押さえられ連行されました。取り調べでは全て嫁が悪いと言っていたそうですが、近所の方の通報と妹が事前に説明していたおかげで無事有利に離婚することができました。この件で夫は仕事をクビになり、逆恨みした義母と夫は嫁を返せ息子を返せと暴れたため、また警察のお世話になりました。今回の件でもプラスで慰謝料をもらったので遠くへ引っ越すことにしました。風の噂で義母は夫に再婚を勧めているそうですが、あそこの家に嫁ぐと女はみんな不幸になると言われているそうで、再婚は難しいみたいです。今回娘にはたくさんの心の傷を負わせてしまったので、これからは今まで以上に愛情を注いで育てていきます。もちろん二人とも大事な我が子なので平等に愛していくつもりです。
私のグーパン 2,3 発食らったぐらいで気絶するなんてウケるんだけど。あなたもしかしてうちの玄関に押し入ってきて私を殴った子？後をつけられてたのに気づかないなんて鈍感すぎ。カズの浮気相手が妊娠までしてたから殴ってやったまでよ。浮気相手って私のこと言ってるの？あんた以外いないでしょ。カズは私の夫よ。浮気相手なんて誤解だから。出任せ言ってんじゃねえよアホ女。いい感じでボディーブローがヒットしてから流産した。あなたのせいで入院することになったのよ。恨むなら自分を恨みな。人の男に手を出すのが悪いんだよ。人の話ちゃんと聞きなさい。浮気相手はあなたでしょ。泥棒猫のくせに嘘つきなんだ、やばいやつ。どう言っても信じないのね。とにかく私を殴ったことを謝って。やかましいわ。土下座して詫びるのはあんたの方なんだよ。カズの子供を妊娠するなんてどんな手使いやがったんだ。あなたと話してても無駄そうね。夫を問い詰めるわ。あのさ、さっきも言ったけど結婚もしてないのにカズのこと夫って呼ぶのやめてくんな。すっげえイラつくんだけど。あなたがどう聞かされているか知らないけど私たち本当に結婚してるのよ。嘘つくな。お前みたいなババアとカズが結婚するわけないだろ。おつむのネジちゃんと締めとけよ、おばさん。あなたこそ現実見た方がいいわよ。カズは正真正銘の独身だっつーの。妊娠すると脳みそまで動きが鈍るんだ。本当なのに。やばい女、あんたの妄想激しすぎて鼻血出そうだよ。あなたには何を言っても無駄そうね。傷害で警察に被害届を出して捕まえてもらうわ。名前も素性も知らない私をどうやって探すんだよ。カーバアホトンマ、間抜け。あなたいくつなの？見た感じ未成年じゃなさそうだったけど。先月25歳になったばかりのお肌プルプルの現役女子。人生花盛り真っ最中だよ。年齢教えてくれてありがとう。いい年して口の聞き方も知らないのね。うっかり言っちまったじゃねえか。誘導尋問してんじゃないよ。私は普通に聞いただけ。詳しく教えてくれたのはリカさん、あなたでしょ。 LINE の表記名は偽名だよカーバー。こんな時に本名で LINE してくるアホはいねえし。そう、あなたの名字は後で夫に聞くわ。夫って呼ぶなって。忠告したよな。はあ、おい、ちゃんと返事しろよババア。マジでしばくぞ。本当に口が悪いわね。自分が悪いことした自覚はないの？あるわけないじゃん。人の男に手を出すあんたが一番の極悪人だよ。あなたは大切な命を消し去ろうとしたのよ。その罪はとてつもなく重いことくらいわからない？ってことは流産してないんだな。赤ちゃんは無事だったわ。ちくしょう、お前みたいな勘違い女に彼の子産ませるもんか。次はその腹を蹴り上げてやるからな。冗談じゃないわ。もう二度と私に近づかないで。あなたの姿を見かけたらすぐに警察を呼ぶわよ。そんなことしても無駄無駄。あんたを連れ去るのなんて朝飯前だから。次は仲間連れていくから楽しみにしてな。なんて恐ろしい人。あなたの思い通りになってさせない。私は水木、29歳。現在妊娠8ヶ月です。帰宅してドアを開けた時、急に押し入ってきた女性にお腹を殴られ、気を失ってしまったのです。隣の人が物音で気づき、救急車を呼んでくれ、病院に搬送されました。お腹の赤ちゃんが心配なため、念のため入院することに。夫に浮気相手がいたこともすごくショックです。病室に来た夫を問い詰めたのですが、そんな女性は知らないの一点張り。私を殴った女性は誰なのでしょう。疑問ばかりが頭をよぎります。外出許可をもらい、警察に被害届を出したのですが、私が覚えている特徴だけでは犯人を特定できるかどうかはわからないと言われてしまいました。この後、入院中の私に思いもよらない出来事が起こったのです。数日後。私、カズの姉ですが、さっきは弟と一緒にお見舞いに来てくれてどうもありがとう。え？私を殴った相手がまさか弟の彼女だったとは思っても見なかったわ。私は病院には行ってないよ。私が気づかないとでも思ってたの？夫もカズって呼ばれてるから、てっきり夫の浮気相手だと思ったわ。なんでバレてんだよ。マスクで顔隠してたのに、どうして私だって分かったわけ？顔ははっきり見えてなかったけど、私を見ておどおどしてたし、背格好が似てたから鎌かけてみたの。汚い手使ってんじゃないよ。弟にあなたの素性を教えてもらうわね。あ、ストップ。カズに絶対言わないで。ただの勘違いだし、示談でどう？は？
お腹のガキ無事みたいだしさ、1万くらいでいいよね。いいわけないでしょ。がめついな。だったら仕方ないから1万5千円出すよ。ふざけないで。示談にはしないし、警察にあなたを捕まえてもらうわ。は？なんだって。人が金出してやるって言ってんのに、なんだその態度は。マジで登坂に来た。頭に来てるのは私の方だけど。私に宣戦布告とは、いい度胸してんじゃん。私が入院している間は人の目があるから手出しできないでしょ。考え甘いんだよ。あんたを病院から連れ去るなんて一瞬でできるから。そんな脅し通用しないわよ。もし一言でもカズに漏らしたり警察に行こうとしたら、仲間連れてボコボコにしてやる。次は失敗しないから覚悟しとけよ。仲間ですって、恐ろしい人。私を弟の浮気相手だと勘違いしてたのはあなたでしょ。それもあんたのせいだよ。先週の金曜日にスカットデパート前で、あんたがカズに抱きついて肩に手乗せてたじゃねえか。職場のオフィスから見てたから間違いないぞ。私が足をくじいて転びそうになったのを弟が支えてくれて肩を貸してくれただけ。なんだよ、紛らわしい態度取ってんじゃねえよ。あんたのせいで無駄な労力使っちゃったじゃん。逆ギレしてんじゃないわよ。あなたが勘違いしたせいでお腹の赤ちゃんが危険な状態になったのよ。どれだけひどいことしたか分かってる？うるさい。結果大したことなかったのにギャーギャー騒ぎすぎ。いい？私は本気だから絶対に下手な真似するんじゃないわよ。次の日、私に殴られたことをカズに言わないでくれてサンキュー。そのおかげで私はマジハッピー。ずいぶんご機嫌ね。今からカズとデートなんだ。しかも私が前から行きたいって言ってたレストラン予約してくれたの。これからうちに迎えに来るんだってさ。イエーイ。それは良かったこと。こりゃ今日あたりプロポーズされちゃうな。人生最高の日になるぞ。そうだといいわね。へえ、今日はやけに素直じゃん。私に逆らうとろくなことがないってようやく分かったんだな。あなたの言いたいことは伝わった。カズとはすぐに結婚することになるけど、私さ、親戚付き合いとか苦手だから、あんたとは付き合いしないでいいよね。私もあなたと関わる気はないわ。意見が一致してさらに気分がアゲアゲだよ。楽しい夜になるといいわね。応援してくれるんだ。あんた意外といいやつじゃん。草生えまくりね。それほど幸せいっぱいってことだよ。カズまだかな。ワクワクが止まんないよ。何よりだわ。もしかして花とか指輪とか買ってるのかな。あー、そうそう、釘刺しとくけど、絶対に何があってもデートの邪魔するなよ。もちろん邪魔しないから安心して。あ、インターフォン鳴った。カズ来たみたい。弟だといいけど、多分草生えすぎたから除草剤が到着したのかも。何？意味わかんないこと言ってんなよ。そのうちわかるわよ。え？カズじゃない。マンションの入り口に警察がいるんだけど、どうなってるの？やっぱり警察だったのね。傷害罪で警察に被害届出したのよ。そしたらすぐに動いてくれたの。え？素早く除草剤まけて助かったわ。リカさんって名前も偽名じゃなかったのね。もう逃げられないんだから観念しなさい。え、待って待って、どういうこと？弟には全部話したわ。あなたを一生許さないそうよ。ええ！弟にお願いしてあなたをディナーに誘ってもらったの。そうすればあなたはおとなしく部屋で待ってるでしょ。カズが私を騙したの？すっかり草が生えなくなったわね。除草剤の効果てきめんだったわ。根っこまで効くかしら。 あんたは警察をどうにかして。逃げも隠れもできないわよ。あなたがエントランス開けなくても管理人が開けるから時間の問題ね。警察がそのまま部屋の前まで上がってくるわよ。無理無理無理。警察には捕まりたくない。今捕まるとマジで困るの。なんで？1年前に付き合ってた男が浮気したから相手の女を殴ったんだよ。そうしたら被害届出されて警察のお世話になったんだ。まさかの前科があったとは。だから警察もすぐに動いたわけか。やばいよ、このままじゃ本気で犯罪者になっちゃうよ。すでに本物の犯罪者じゃない。今さらオロオロしても後の祭りよ。警察が部屋の前まで来た。こうなったらベランダから逃げてやる。無駄な抵抗してもすぐに捕まるわよ。仲間と一緒に私をボコボコにするって言ってたのも罪になるから、この先の人生すごく大変になるわね。ごめんなさい、仲間とか嘘なの。そういえばカズに黙っててもらえると思ったんだよ。やっと謝ったわね。
示談金2万払うから勘弁してお願い。警察追い返して。バカにするのも大概にして。たとえ示談金が2億でも応じないわ。カズに裏切られただけのも辛いのに警察のお世話になるなんて、私の人生真っ暗だよ。真っ暗じゃなく、まずはグレーの塀に囲まれるわね。申し訳ありませんでした。心からお詫びしますので、どうぞお許しください。許しません。後日談。ベランダから逃げようとしたリカは、すぐに警察に捕まり刑務所に入ることになりそうです。リカと別れた弟は落ち込むかと思いきや、もともとシスコン気味なので、私を傷つけたリカへの気持ちはすっかり冷めたそうです。幸せの絶頂から地の底に落とされたリカは、この先の人生で幸せを手に入れるのは難しいでしょうね。私は無事臨月を迎えて、昨夜無事出産しました。本当にこの子が無事でよかった。愛しい我が子に会えて、神様感謝しています。俺の金で無駄遣いばっかしてんじゃねえぞ。は？さくらのツイッターに新しい靴買ってもらったって写真が載ってた。それが？はあ、俺が単身赴任をしながら細々と生活してるってのに、随分といいご身分だな。靴って言っても運動部で使うスパイクでしょ。中学生にそんなもん必要ない。運動靴で十分だろ。さくらは短距離のエースで、先生から県大会の優勝も狙えるって言われてるのよ。なんだそれ、初耳だ。3ヶ月前に帰ってきた時に話したけど。そんな昔のことなんかいちいち覚えてるか。娘のことなのに信じられない。たまにしか会わないんだから仕方ないだろ。あなたがもっとたくさん帰ってきてくれたら家族の時間も増えるわ。毎日ヘトヘトになるまで働いてるってのに、疲れた体に夢中って帰ってこいってのか。そこまでは言ってないけど、一人寂しく暮らす夫の負担をさらに増やそうなんて、とんだ鬼嫁だな。3年前私もさくらも赴任先に一緒に行くって言ったのに、断ったのはあなたでしょ。そんな昔のことは覚えてないっつってんだろ。はいはい、都合が悪くなるとすぐ記憶喪失もどきになるのよね。なんだその態度は。生意気なこと言ってると生活費の仕送り1万に減らすからな。は？スパイクなんか買う余裕があるんだから問題ないよな。大ありだよ。1万でどうやって生活しろっていうの？ちょっと節約すりゃどうとでもなる。ならない。一人暮らしのあなたなら生活費がどれくらいかかるかわかるでしょ。食事は3食もやしと白米。育ち盛りで運動部の娘にそんな食生活させられない。エアコンはつけずに保冷剤を首に巻いてやり過ごせ。毎日35度を超える猛暑日が続いてるのに無茶言わないで。なら暑さ対策で風呂は水風呂でいいな。ガス代も浮いて1万円生活なんて余裕だろ。そこまで言うならまずあなたがそれを実践して。は？あなたができたら私たちも従うわ。俺は仕事してるんだぞ。そんな生活してたら仕事に支障出る。ほら、それってつまり非現実的だってことよね。この暑さの中働いてる俺は、のんきに遊んでる学生や暇でゴロゴロしてる専業主婦とは違うんだよ。一番暑い日中は冷房がある会社でむしろ快適に過ごしてるんじゃないの？俺は毎日会社にいるわけじゃない。え？あ、どういうこと？あれだよあれ、最近流行りのリモートワークとか。それができるなら単身赴任する意味なくない？営業周りとか他にもいろいろとあるんだよ。へえ。そういうわけだから来月から仕送りは減らす。どういうわけか全く納得してないけど。うるさい。俺の金で生活してるんだから言う通りにしてりゃいいんだよ。最近のシステム管理職って営業周りがあるんですね。ふーん。高校の同級生だった高雪とは20歳で結婚してから早20年。可愛い一人娘も15歳になり、部活や勉強に忙しい中、ママとパパの結婚記念日のお祝いは私が企画するからねなんて言ってくれていたのに、娘の計画は中止にしてもらわないといけないかもしれません。3年前に単身赴任をしてから、最初は毎週土曜日には帰宅していたのに、だんだん帰宅頻度が減り、今では3ヶ月に一度に。
早く寝たいからといって夜のテレビ電話も嫌がるのはよっぽど仕事が忙しいからだと思っていたのですが、さっきの LINE の終わり際で怪しさが急上昇しました。とりあえずしばらく様子を見てからどう動くか判断しようと思っていた矢先に、夫は自ら破滅への道をたどるべく暴走していくのです。2週間後。おい、あのケーキの写真はなんだ？またさくらのツイッターを覗き見したの？今度はインスタだ。どんだけ娘を監視してんのよ、キモいわね。俺には親として娘が健全な生活をしてるかを確認する義務がある。それっぽいこと言ってるけど本当に気持ち悪いよ。うるさい。そうやって話をすり替えようったってそうはいかないぞ。ケーキの写真がなんだっていうの？俺はもやしで生活しろって言ったのに、なんであんなもん食べてんだ？昨日はさくらの誕生日だったんだけど。それならご飯にもやしを立てて祝えば十分だろ。それがよりにもよってホールケーキなんて。短距離走で県大会2位だったご褒美も兼ねてるんだから贅沢したっていいでしょ。ご飯にもやしなんて論外。県で2位？嘘だろ。さくらが表彰台でピースしてる写真を送ってるはずよ。あ、本当だ、すぐ上にあった。未読無視するなんてさぞお仕事が忙しかったんでしょうね。気づかなかっただけだ。どうだか。そんなことよりケーキの話だ。娘が頑張って表彰されたっていうのにそんなことで片付けるんだ。いちいち話をすり替えるな。ああ、はいはい、あなたがさくらの誕生日すら忘れてたことを糾弾する話ね。違う、あんなもん買う金があるなら節約しろって話だ。あなたの節約術は非現実的だから無理だって言ったでしょ。どうせそう言うと思って先手を打った。は？お前たちが住んでるマンションは売る契約をした。冗談よね。本気だ。マンションは私もお金を出して買ったのよ。名義は俺なんだからどうしようと俺の自由だ。信じられない。今度からお前たちはひいじいちゃんが残してくれた家に住め。それってあの空き家？今はちょっと埃っぽいが自慢の一軒家だ。五右衛門風呂でボットン便所な上に雨漏りもかなりひどくて、あなたのご両親ですら拒否したとこでしょ。埃っぽいとかいう次元じゃないわよ。年寄りには不便だったってだけでお前らが住むのには問題ない。いや、問題しかないんだけど。安心しろ、10年前に両親があの世に行った時にきちんと相続して今は俺のものだ。私の言う問題ってそういうことじゃないから。グダグダうるさいやつだな。俺があそこに住めと言ったら素直に住めばいいんだよ。無理。はあ、随分と偉そうだな。嫌なら離婚でもいいぞ。は？冗談だよ。全然笑えない。専業主婦のお前は俺に捨てられたら生きていけないし、笑い事じゃないよな。離婚とかボロ屋に住めとか冗談にしてもタチが悪すぎるでしょ。マンションの売却は本当だ。明後日までに引っ越せよ。無茶言わないで、勝手すぎる。お前が何と言おうともう手遅れ。不動産に迷惑かけないようにちゃんと荷造りしろ。ありえない。新しい家だって住めば都になるはずだ。きちんと手入れして生活しろよ。3ヶ月後。お前らジャングルで暮らしてんのか？は？庭から何から木と雑草が生い茂ってるし、家は傾いてて入り口すら見つからない。ちょっと何言ってるかわからない。亭主が数ヶ月ぶりに帰ってきたんだぞ、出迎えろ。ああ、もしかしてひいおじいさんの家に行ってるの？そうだよ、帰ってきてやったんだ。あっそ、じゃあどうぞごゆっくり。どこにくつろぐ場所があるんだよ、地下室でもあるのか？知らない。なんだその態度は。さっさと迎えに出てこないと離婚するぞ。オッケー、そうしましょう。え？離婚届用意しといて、取りに行くから。なんだよ、前に俺が冗談言ったからって冗談で仕返しなんてみっともないことするな。私は本気よ。おいおい、離婚したら俺が恵んでた生活費がなくなるってことだぞ。だから
俺が金を渡さなきゃ生きていけなくなるって分かってんのか。今あんたの数倍稼いでるし、どうでもいいんだけど。え、何度も言うけど、月1万ポッチじゃ生活なんてできないから。仕事をしてるのか。在宅でね。嘘だ、何の資格も持ってないお前が俺の数倍なんて稼げるわけがない。さくらの部活で使う応援グッズを自作で作ったのがきっかけで仕事ができたのよ。は？あなたが単身赴任してから月に5万の仕送りじゃ正規の応援グッズは高くて買えなかったから自分で作ることにしたの。俺の金で応援グッズなんて無駄なもん買わせてたまるか。娘の部活で使うのに無駄なものね。ほんと呆れる。なんだと。まあとにかくペットボトルメガホンとか空き缶を組み合わせて作った持ち運び椅子とかがママさんたちに好評でさ。それを売りさばいて儲けてるのか。まさか。いろんな人に作り方を教えてたらその中の一人に出版社に勤めてる人がいて本を出してみないかって言われたの。ガラクタの本を。アホくさ。最初の一冊が運よくメディアに取り上げられて5万部売れた。え、それから5冊出してるけどどれも好評で全部で15万部は超えてる。なんでそんなに売れてんだよ。夏休みの工作にもってこいだって話題になってくれたおかげ。その本は定価が何円で印税は何パーなんだ。定価2000円、印税が 10%。 ざっと計算して3000万円。本当に俺の年収の数倍じゃないか。今後も本は出す予定だし、それに頼らなくてもパートでも何でもして生活費くらい自分で稼ぐわ。よし、落ち着いて話をしよう。まずは俺を家の中に入れてくれ。そんなとこにいるわけないでしょ。は？むしろその状態を見て住んでると思えるなんてどんだけアホなの。どういうことだよ。どこにいるんだ。駅前のオートロックマンションに賃貸契約して住んでる。嘘だろ。あ、いやでもあんなに稼いでるなら可能か。あんたはそのジャングルで彼女とターザンごっこでもやっとけば。え、浮気バレてるからね。浮気って何のことだ。適当なこと言うな。バー何え、だ適当なこと言うなバカ。テンパりすぎでしょ。完全に認めてるようなもんじゃん。お前がトンチンカンなこと言うからびっくりしただけだ。何ヶ月か前の怪しい LINE の後すぐに現地調査して証拠は集まってるわよ。更新所に頼んだのか。まさか。さくらには留守番してもらって自分の足で赴任先に行ったの。マジ。あんたが住んでるはずの社宅が空き部屋になってたのはびっくりしたわ。社宅まで行ったのかよ。まさか半年前に単身赴任が終わってこっちに戻ってきてたなんてね。まずい。浮気相手のアパートに転がり込んで新婚夫婦ごっことは楽しそうで何よりですね。違う、これには訳が。しかもあんた今は完全リモートワークなんだって。そりゃ家で節約生活なんてやってらんないはずだわ。どれもこれも全部お前の勘違いだ。アパートの前の公園で井戸端会議してたおばさまたちにいろいろと聞いてるから言い訳しても無駄よ。はっ、嘘だな。なぜ。あのおばさまたちはよそ者への警戒心が強いんだ。俺だって威嚇されずにゴミ出しができるまで1ヶ月かかったんだぞ。見ず知らずのやつに心を開くはずがない。あんたの妻だって言って話しかけたら一緒に住んでるのが奥さんじゃないのって興味津々でいろいろと教えてくれたけど。あの腐れババアども。じゃあそういうことで浮気の慰謝料請求して売った家のお金は財産分与できっちり折半してもらってあんたとはさよならよ。離婚はしない。なんで。先に言ったのはそっちでしょ。あれはちょっとした冗談だ。私は娘の誕生日も覚えず生活費も渡さず余つさえ浮気相手と暮らしてるような男とは本気で離婚したい。てか離婚以外ありえない。彼女とはちょっと飲んだ勢いで数回ハメを外しただけだ。彼女がこっちでアパートに住んでるってことは単身赴任前から浮気してるってことよね。単身赴任中も家族の家には何ヶ月も帰らなかったくせに彼女の家には週1で帰ってたんだってね。
そんなことまで知ってるのか。おばさんたちの情報ネットワークを舐めない方がいいわよ。入れ替わり立ち替わり一日中あそこに集まってるから隙がないわけだ。ちなみに私も証拠集めのために何日かあの中に混ざってたんだけど全く気づかなかったね。木を隠すなら森の中、おばさんを隠すならおばさんの中ってか。40代だしその通りだけど、なんかムカつくから慰謝料上乗せしよっと。そう早まるな。向かい合ってきちんと話せば分かり合えるはずだ。あんたとは二度と顔も合わせたくない。お前は怒りで我を忘れてるだけだろ。もっと冷静になれ。あんたこそいい加減に落ち着いて現実を見たら。俺と離婚したらさくらはどうなる。父親がいなくなってかわいそうじゃないか。誕生日も忘れてる。大会でいい成績を残しても無視。こんな父親はいないのと一緒だから離婚でいいってさ。陸上を続けるならこれからお金もかかってくる。金のせいで夢を諦めさせることになってもいいのか。ふっ、私の半分以下の年収のやつが何偉そうに言ってんの。うわぁ、やだ、とうとう壊れた。違う、たった今気づいてしまった。やっぱり離婚だ。慰謝料でも何でも払ってやる。ああ、それはよかった。じゃあ早速、今から弁護士がそっちに行くから、離婚届に記入お願いね。お前は肝心なことを忘れてるな。バーカ、バーカ！後で泣きを見ても知らないぞ。ああ、ちなみに、私が稼いだお金は、最低限の生活費を除いて、すべて桜名義の口座に将来のために貯金してるから、財産分与の対象にはならないよ。え？そうなの？もしかして今気づいたことってそれだった？お前の金を半分もらえたら支払いも余裕だって思った。当てが外れたようね。バーカバーカ。あのやっぱり離婚待って。以降は弁護士を通してお願いします。では。さっきのなし。やっぱり離婚はしないって。なあ、聞いてるのか。ごめんなさい。後日談。今さら謝ったって遅いっての。そのすぐ後に弁護士さんに向かってもらい、高幸には有無を言わさず離婚届に印鑑を押させました。慰謝料は300万円、マンションの売却金の半分である400万円も請求しましたが、浮気相手と合流してすでに底をついていたとのことで給料を差し押さえさせてもらいました。浮気相手も元夫が既婚者と知ってて付き合っていたので200万円の慰謝料を請求。こちらはご両親がまともな方で一括でお支払いいただきました。しかも浮気相手がなんと元夫の会社の重役の娘だとか。なんてお決まりの展開でしょう。元夫は今回の件が全て会社にバレてしまい、リモートワークは廃止、毎日ひそひそされながら出社しているんだとか。本当は辞めたいらしいですが、支払いのためにそれもできず、重役からかなり厳しめな指導を受けながら勤務しているとのことです。ちなみにお金がないのであのジャングルに一人で住んでいるそうですよ。私は本の売れ行きも順調で、娘と二人での生活も何不自由なく暮らせています。さて、今日も頑張って応援グッズを作ろうっと。結婚式あと3時間で始まるぞ。どこにいるんだよ。あ、ごめん、来る途中にご年配の方が事故に遭われて病院まで付き添ってたの。なんでお前がそんなことしなくちゃいけないんだ。私が乗ってたタクシーとぶつかってしまったのよ。ほっとけないでしょ。見ず知らずのジジイなんてほっとけいいんだよ。どうなろうと知ったこっちゃない。そういうこと言わないで。自分の準備だってあるだろ。間に合うのかよ。式場の方には連絡したわ。30分くらいなら開始を遅らせることができるって。は？招待客に迷惑かけるんじゃねえよ。分かってる、申し訳ないと思ってるよ。そのジジイお前のことが好きなんじゃないのか。は？お前の結婚阻止しようとして飛び出してきたのかもしれないぞ。どうしたらそんな発想になるの。だってジジイを助けて俺との結婚式に遅れるなんておかしいだろ。だから謝ってるじゃない。さてはジジイと浮気してるな。離婚だ。冗談やめてよ。あの方とは初対面よ。名前も知らないの。結婚式前に入籍なんかするんじゃなかったな。こんな浮気女だとは思わなかった。勝手な妄想で疑うのやめて。
普通の女はな、目の前でジジイがぶっ倒れてもほったらかして結婚式に駆けつけるもんなんだよ。タクシーの運転手さんは現場検証があったし、付き添いできる人が私しかいなかったのよ。救急車呼んだんだろ、あとは任せとけよ。身元の分かるものとか持ってなかったみたいで、それに意識も失ってたから心配でたまらなかったの。お前がついてってどうなるんだよ。確かにそうなんだけど、そうせずにはいられなかった。お前ってめんどくさい性格なんだな。え？俺にだけ優しいのかと思ってたけど、誰にでもそんな感じならいずれ浮気するに決まってる。そんなことしない。いや、する。俺の勘は当たるんだ。もうすぐ処置が終わるみたいなの。必ず間に合わせるからもう少し待ってて。間に合わなかったら離婚だぞ。大丈夫、急ぐから。ったく、毒でもない女を嫁にもらったわ。ごめん。私はかな子、28歳の花嫁になれるのかどうか。結婚式当日に結婚相手を怒らせてしまいました。哲也は普段はとても優しくて怒ることなんてありません。なのでこの対応にとても驚いてしまいました。優しい哲也なら私の行動に理解を示してくれる、そう思って病院へ行ったのに、ここまで言われてしまうなんて。事故に遭ったご老人はなかなか意識が戻りませんでした。タクシーの運転手さんも後から病院へ駆けつけてくださり、二人で心配していたのですが、私はいよいよ時間が迫ってきたので、あとはお願いして病院を後にしました。式場に着いてからは慌てて準備をして、開始時刻10分前にはギリギリ準備を終わらせることができたのですが、ここで突然哲也が激怒し始めたのです。数時間後、式は1時間延期した。気分が乗らない。どうして？準備は間に合ったのよ。ついさっき病院から式場に電話があったそうだ。病院って？ジジイの病院だよ。お前は急いで準備中だったから、式場の人が俺の控え室に伝えに来たんだ。どうしてここが分かったのかな。名前も連絡先も伝えなかったのに。タクシーの運転手がお前の行き先を覚えててここじゃないかと思ったらしい。あ、そういうことか。例のジジイがお前と話したがってるそうだ。え？俺はそれを聞いてゾッとしたよ。お前を口説こうとしてるんだ。そんなわけないでしょ。きっとお礼をしたいのよ。会って伝えたいことがあるって言ってたらしいぞ。なんだろう。式が終わってからでも明日でもいつでもいいから病院に来てほしいってよ。そっか。でも無事でよかった。愛するジジイだもんな。もうやめてってば。そんなんじゃないって何度言えばわかるの。お前の好きな芸能人誰だっけ。役場裕二だけど。あいつ70超えてるよな。そうだね。やっぱりお前はジジ戦だったんだ。はい。くそー、気づかなかった。騙された。ねえ、くだらないこと言ってないで早く結婚式しようよ。みんな待ってるんだから。俺はお前のドレス姿を楽しみにしてたんだよ。こっちの控え室に来てよ、見れるから。やだね。お前はジジイとの恋を断ち切るために好きでもない俺と無理やり結婚しようとしてるんだろ。何の妄想。お前を信じた俺がアホだったよ。結婚式するんだよね。しない。本気で言ってるの？ここまで準備してきたのに。他の男を向いてる女なんて今後愛せるわけないだろ。だからあのご老人とは何もないんだってば。何もなければ式場まで連絡してくるもんか。事故に遭ってなければ映画みたいにお前を連れ去るつもりだったんだろう。ねえ、どうしちゃったの？結婚前でナーバスになってる？どうかしたのはお前だ。若いイケメンならまだしも、ヨボヨボの年寄りと浮気なんて。モーションが加速してるよ。結婚式は中止だ。本当にそれでいいの？ああ、構わん。来てくれてる人たちになんて言えばいいのよ。俺が今から行って説明してくる。神父が老人と浮気してたってな。嘘を言うのはやめて。いや、俺は確信した。お前とジジイはできてる。何言っても信じてくれないならどうしようもないじゃない。お前は黙ってキャンセル費用を払えばいい。は？私の都合でキャンセルしたんじゃないのに。とにかく終わりだ、終わり。どうしてこうなるのよ。30分後。やっぱり結婚式は続行する。は？予定通りやるぞ。ふざけないで。あなたの都合で招待客や私を振り回さないでよ。
お前の浮気は多めに見てやる。あなたの浮気は多めに見ないわよ。あ？なんかおかしいと思ったのよ。助けたご老人に嫉妬して結婚式を取りやめるなんて無理がありすぎだもの。俺の浮気って何のことだよ。さっきあなたの浮気相手が私の控室に来たわ。え？あなたもさっきまで会ってたんでしょ。もう3年も付き合ってるらしいわね。いや違う、そんな女知らん。半年前急に別れ話をされたと言ってるわ。逆玉に乗るから別れようって切り捨てたらしいじゃない。さあ何の話かな。3年も尽くしたのに急に捨てられて他の女と結婚するなんて聞いたら誰だって式場に怒鳴り込みたくなるわよ。迷惑な話だよな。誰だか知らないけど私と付き合ってまだ1年半よ。完全に二股かけてたのね。結婚するならかなこみたいなタイプがいいと思ってる。うちの父の会社を狙って逆玉に乗りたいからなんでしょ。そんなわけないだろ。けど彼女が宝くじが7億当たったと連絡してきて気が変わったのね。将来の安定より目先の7億が欲しくなったってわけか。あの女何でもかんでも喋りやがって。でも宝くじの件はあなたを引き止めるためにとっさについた嘘だったのよね。そうだよ。証拠見せろと言ったら白状しやがった。7億手に入ると思ってたのにぬか喜びさせやがって。7億が手に入ると思った瞬間私を切り捨てようとした。でも理由がなくて困ってたところに事故に遭ったおじいさんが現れてありえない暴論で浮気を疑ったのよ。浮気は立派な離婚理由になると思って。宝くじが嘘だと分かったらまた手のひら返して私との結婚を選んだ。この短時間の間によくもコロコロ手のひら返せたわね。違う、俺の運命の人はかなこだけだ。キモ。式場キャンセルしたわ。え？と言っても当日だからキャンセル料は戻らないし、このまま食事だけでも皆さんに食べてもらおうかと思って父から今お客様に事情を説明してもらってる。おい待てよ、キャンセルなんてしないからな。予定通り挙式して夫婦として生きていこうぜ。あなたと夫婦でいるくらいなら一生独身でいた方がマシ。席なんか入れなきゃよかった。俺だって親や親戚友達も呼んでるんだぞ。その方々にも説明済みよ。新郎の浮気が発覚したってね。なんで言うんだよ。そういう時は濁すもんだろ。濁しようがないくらいドロドロなんだもの。仕方ないじゃない。親が怒鳴り込んできた。親戚に顔向けできないって。そりゃそうでしょ。わざわざ四国から出てこられて直前で息子のせいで式が中止なんて怒るに決まってるわよ。あの女とは別れたんだ。今はかなこだけなんだよ。だから離婚はやめてくれ。しつこい。頼む。彼女を結婚するつもりでいたみたい。婚約指輪ももらったしプロポーズのシーンも動画に収めてあるって。撮ってたのかよ。婚約破棄の慰謝料請求するようアドバイスしておいたわ。なんだそれ。婚約状態でも浮気されたら慰謝料請求できるのよ。ちなみに私もするから。なんで。3日前まで会ってたらしいじゃない。え、自分は結婚するけど2番目の女になれとか言ってずるずる関係を続けてたんでしょ。本当に最低ね。うわ違うんだ。何も違わない。証拠も見せてもらった。くそ。彼女と私からの慰謝料に式場の費用も払ってね。なんでだよ。飯食わせるんだよな。無駄になってないじゃないか。この状況でご祝儀がいただけると思ってる。それは無理だな。今回の費用は誰が出した。そちら様です。パパが出してくれるって言うから甘えたけどもう出してもらう理由がないから全額あなたに請求します。ちなみにいくらだったっけ。500万。無理だ、そんな大金持ってない。かき集めてきてください。やだよ、そんな額集まらないって。じゃあ裁判でも何でもして給料差し押さえるわ。そこまでするのか。足りないくらいよ。かな子、勘弁してくれよ。さてと、私も皆さんに謝罪してこなきゃ。あ、俺も行く。あなたはさっさと帰って、顔も見たくない。そんなこと言うなよ。病院におじいさんのお見舞いも行かなきゃ。ジージーはほっとけ。あの人が誰か知らないからそういうこと言えるのよ。誰なんだよ。身元もわからないって言ってなかったか。式場について思い出したの。どっかで見たことあると思ったら千代田自動車の社長だったわ。
え？ま、あなたには関係ない話ね。俺の憧れの会社だ。紹介してくれ。いいわよ。そんなジジイほっとけって言った人って紹介してあげる。そうじゃなくて。今後一切私の人生に関わらないで。10分以内にここを出ていかなければ警備員を呼ぶから。ああ、待ってくれ。履歴書だけでも渡してくれ。ほんとうざい。後日談。結婚式当日にこんなことになるなんて、招待客の皆様には本当に申し訳ないことをしました。お詫びにと言って父が高いお酒をどんどん振る舞ってくれました。徹夜側の招待客は大半が帰ってしまわれたけど、ご両親は最後まで残ってずっと謝罪しっぱなしでした。千代田自動車の社長さんは3日ほどで退院できました。ご自宅に招待していただきましたが、見たことないくらいの豪邸でした。私の身の上話も聞いていただき、何かお礼がしたいと言われましたが、お茶だけで十分ですとお断りしました。ところがその数週間後、父の会社と千代田自動車の取引が決まったと連絡がありました。粋なことをなさるものですね。迷惑と心配をかけた父に少しだけ恩返しができたなら嬉しいです。お前ガンってマジ？どこの？肝臓だって。注目の臓器って言うもんな。そうか。ってことはかなり進んでるけ？沈黙の臓器ね。ねえ、さっきからなんでそんなに嬉しそうなの？仮にも妻がガンなんだよ。別に喜んではねえよ。でもやっぱりなって感じ。どういう意味？最近ずっと具合悪いって言ってたじゃん。それにお前ガン家系だし。確かにそうだけど、心配くらいしてくれてもいいじゃない。心配か。じゃあ大丈夫？ふざけてるの？いや全然。それより保険見直しといてよかったわ。え？ほら高いけどっていい保険入ったじゃん。これでお前が行っちまっても大丈夫だな。本気で言ってるの？ああ。てかガンってすぐ死ぬんだろ？いつくらいになりそうだ？この状況でそんなこと平気で言えるの？信じられない。しゃあないじゃん。俺が心配しても治るわけじゃないんだし。それなら先のこと考えなきゃ。でも治療したらもしかしたら。やめとけ。金の無駄になる。そんな風に言わなくてもいいでしょ。ガンは昔と違って治る病なのよ。あのな、治っても一生再発に怯えるんだぜ。病院通って再発したらまた一からやり直し。そんなの嫌だろ。それなら気持ちよく言った方がお前も悔いが残らない。直也がそんなこと言う人だと思わなかった。はいはい。でいつ？来年？半年後？まさか来月とか？まだそこまで言われてない。なんだよ。じゃあ次行った時医者にどのくらいか聞いとけよ。嫌よ。現実と向き合おうぜ。聞いといた方が余生を楽しめるってもんだ。はあ、お前いなくなるなら嫁候補探さなきゃだな。は？だってうちの会社は結婚してた方が残業ないし出張ないし休日出勤も免除されるんだぜ。まさかそれが目当てで私と結婚したの？まあそれも一つの理由だけど、一応ちゃんと好きだったよ。お前顔はまあまあいいし。そう、あなたの気持ちはよくわかったわ。そうよね。もう短い命だもんね。やっとわかったか。やりたいことあれば言えよ。できることなら付き合ってやるから。あ、けど旅行行きたいとか面倒なこととかは勘弁な。時間の無駄だし。私の名前はまゆり、38歳。夫の直也は2つ年下の36歳です。ご覧の通り私はがん宣告されました。余命などは言われなかったものの、長くないのだろうと感じています。父方も母方もがん家系の私は、半年に一度健康診断を受け、健康にも気遣っていました。肝臓も一度指摘を受けて病院に行った時も炎症としか言われず、精密検査はしなかったのです。そのせいでこんなことになってしまうとは。しかも最愛の夫の反応は予想の斜め上を行くもので、ショックを通り越して笑いすら出てきます。その後の夫は毎日飲み歩き、浮気も堂々として、それを私に自慢してくる始末。
なんでこんな人と結婚したんだろうと後悔する日々を過ごしてきました。そんな私に数日前に転機が訪れたのです。これが吉と出るか凶と出るか。1ヶ月後、マンション買ったから早く生命保険欲しいんだけど。は？マンションってどういうこと？だってハニーちゃんがタワマンに住みたいって言うんだよ。ああ、ハニーちゃんってのは俺の嫁候補の一人ね。顔も可愛いしスタイル抜群、あっちの相性も完璧。そんな話聞きたくない。一応ローン組んだんだけど、生命保険入ったらドーンと返済することにしたんだよ。何よ、じゃあ私が死ぬ前提で買ったってこと？正解。だから早く早く。そうね、確かに私のかけてる生命保険会社は一社じゃないから、下手したら8000万、いやそれ以上かもしれないもんね。え、マジでそんなにもらえるのかよ。ええ、父と母がかけててくれたものもあるからね。やっべー、よだれ出てきたわ。よし、それなら車も買おう。それとバイクと家具も新調するか。いいんじゃない、好きにしたら。私どうせあと3ヶ月くらいかもしれないし。待って、余命宣告されたの？マジか、早く言えよ、水臭いな。ごめんね。そうと決まれば会社早退して早速車屋に行くか。てか、どうせ返せるなら金借りてかっこよく一括で車買うのもいいな。好きにしたら。ハニーちゃん連れてかっこよく買ってこよっと。いやー、ほんとガンになってくれてありがとうな。病気になってお礼言われるなんて思わなかった。マジ感謝してるよ、お前と結婚して大正解だったわ。あ、そういえばお前がポックリ言ったらすぐに金もらえるのか？さあ、保険会社にもよるんじゃない？確認してみるか。やめた方がいいわよ、変に聞くといろんなこと疑われるから。何を疑われるんだよ。例えば保険金目当てで私をあの世行きにしようとしてるとか。マジか、それは面倒だな。じゃあおとなしく保険金が手に入るの待つしかないか。そうね。いいか、お前は絶対に治療なんてするんじゃねえぞ。長生きされると困るからな。もう諦めてるわよ。はっ、それでいい。治療の時間なんて取らずに余生を過ごしたいって言えばみんなが納得するからな。ええ、そうね、そうするわ。じゃあ俺今日も遅いから。最近毎日でしょ、うちには着替えに帰るだけ。仕方ないだろ、ハニーちゃんたちが俺に会いたいって言うんだから。楽しそうね。超楽しいよ、俺イケメンだから引く手あまたなんだよ。とりあえず車買いに行ってくるわ、じゃあな。4ヶ月後、お前さ全然死なないじゃん、もう4ヶ月だぞ。3ヶ月くらいだって言ったよな。え、ああ、そのことね。その前に聞きたいんだけど、マンションや車全部でいくら使ったの？マンションが5000万だろ、車がセンチュリーとベンツ買って2500万、あとは家具もろもろとハニーちゃんたちにブランドバッグ買ったから8500万くらいかな。うーわー、でもさすがにそんなにローン組めないでしょ。そうなんだよ、だから金借りた。普通の会社員が8500万も借りるなんてできるわけって、まさか？ちょっとヤバめなところで借りたけど、お前の生命保険があれば余裕で返せるだろ。はあ、ほんとあなたって考えなしよね。うるせえな、ちゃんと返す見込みがあるんだから考えてるだろ。確かにそれもそうね、本当にもらえればだけど。どういうことだ？ガンなら治ったわよ。は？え？で、意味がわからない。だから、ガンはほぼ完治した。以上。おかしいだろ、治療もしてないのに自然に治るわけない。しかも末期だったんだろ。誰もそんなこと言ってないけど。え、だって余命3ヶ月って。体調優れないから3ヶ月くらいかも、みたいな意味よ。別に医者に言われたわけじゃない。は？騙したのかよ。そんなつもりないわよ。あなたが私に何の関心持たず、勝手に言葉のニュアンスで勘違いしただけでしょ。クソが、もう治療しないって約束しただろ。
別にしないなんて言ってない。あなたが話聞かないからとりあえず納得したふりした、それだけよ。お前最低だな。こっちのセリフよ。でもうちにがん治療する金なんてないだろ。そうね、夫婦の貯金はあなたが遊んですっからかん、保険で賄えない部分のお金が出せなかった。じゃあどうやって治療を受けたんだよ。私が病気になった時にって父と母がお金を残してくれてたの。マジで？おばにがんのこと言いに行ったら、これを使いなさいって渡してくれたのよ。そんなこと聞いてない。そもそもお前がもらったやつなら共有財産だろ。勝手に使ってんじゃねえよ、訴えるぞ。遺産は共有財産じゃないわよ。そういう嘘通用しねえから。嘘だと思うならググってみたら、おかげで最先端治療を受けることができたわ。余計なことに使いやがって。でもがん治療って何年もかかるんだろ。まさかそもそもその話が嘘だったのか。思ったより薬が効いただけの話よ。だからってたった4ヶ月で治るなんて。まあ初期より少し進んだくらいだったし、疑うなら一緒に病院に来る。主治医の先生も一から説明してくれるそうよ。行かねえよ。それよりもう一回ガンになれ。は？何言ってるの？無理に決まってるでしょ。日本は最先端医療できるだろ。ってことは医者に頼めば病気にもしてくれるって。信じられない。どうやったらそんな考えできるの？だってお前があの世に行かねえと俺が困るんだから仕方ねえだろ。そんなの知らない。薄情なやつだな。旦那がこんなに困ってるんだぞ、助けるのが妻の役目だろ。助けるために病気になるなんて聞いたことないけどね。それより私が辛い時助けてくれない人に言われたくない。助けてやっただろ。どこがよ。一日でも早く私に死んでほしかったくせに。それは、それにお前がいるとハニーちゃんと結婚できなくなるから。それもあって。そのことなら大丈夫よ。私あなたと離婚するから。え？だったら金置いていけよ。なんでよ。お前のせいでマンション買って車買ったんだ、金返さなきゃいけねえだろ。知らないわよ。自分で使ったんだから自分でどうにかしなさい。だったらお前が金くれるまで離婚しねえからな。言っておくけど、記入済みの離婚届は私の手元にあるわよ。え、なんで？お前まさか勝手に変えたな。犯罪だぞ。俺 YouTube で見たんだ、なんとか偽造罪ってやつ。なわけないでしょ。覚えてない？車買ったって日に酔っ払って帰ってきて、お前があの世に行ったらすぐ出すから書いとけって記入済みの届け叩きつけてきたこと。どうせ私が亡くなれば自動的に婚姻関係終了するのに。あ、ってかそうなの？思い出した。だから書き終わったらすぐ出しに行くわ。ちっ、どうせ家にいるんだろ。待ってろ、今すぐ行ってその離婚届引きちぎってやる。家にはいないけど、できるものならどうぞ。は？どこにいるんだよ。教えるわけないでしょ。それとあなた8500万もそうだけど、私への慰謝料も加算されるわよ。慰謝料？なんで？離婚してないのに浮気しまくって証拠も面白いくらい送ってくれたじゃない。いやいやいや、待って、それは本当無理。無理でも私には請求する権利があるから。分かった、本当に申し訳ない。この通り謝るから許してくれ。嫌よ、人の病気を喜ぶようなクズにどんなに謝られても許すつもりないから。そんな、じゃあ俺どうしたらいいんだよ。可愛いハニーちゃんと借金地獄楽しんだら。さてと、離婚届も書いたし出してくるわね。慰謝料については後日弁護士から連絡が行くわ。待って、お願い、話を聞いて。せめて慰謝料は勘弁してください。なんで？そんなことしてもメリットないよね。ほら、俺のことを愛してるだろ。せめてもの情けだと思って。愛？そんなのみじんもない。それに情けすらかけたくないの。あ、そうだ、あなたの浮気相手たちにも慰謝料請求するのでよろしくね。じゃ、さようなら、クーズ。やだ、無理だよ。俺どうやって生きていけばいいんだよ。後日談。直也はすぐに帰宅したようですが、すでに私は引っ越し済みで新しい家に住んでいます。彼はほとんど帰ってこなかったので、私が荷物を運び出していることすら気づいてなかったようです。
その後、直也を含め3人の浮気相手に慰謝料を請求。直也はこれ以上借金できないとダダをこねましたが、もちろん減額する気はありません。女性たちは渋々という形でしたが、皆さん支払ってくれました。数ヶ月後、直也はごねるのを諦めたようで、慰謝料が振り込まれ、ようやく終わったという気持ちです。友人から直也は借金が返済できなくなり、黒塗りのセダン車に乗ったこわもての方とどこかに消えたと聞きました。私はがんが治ったとはいえ、定期検診を欠かさず、今まで以上に健康に気を使った生活をして充実しています。これからも健康第一、楽しい人生を謳歌するぞ。お袋の葬式の途中で帰るなんてお前正気なのか？さっさと戻れ。あんな喪主挨拶されて平然としていられません。もう耐えられないんです。母は嫁のせいで逝去しましたって俺が言ったことか？本当のことなんだから仕方ないだろ。何を言ってるんですか？私のせいってどういう意味です？生前お袋がお前にいびられていると俺に何度も訴えていたんだ。え？ついに命まで奪うとは、お前もとんでもない嫁だよな。お母さんはくも膜下出血だったと救急隊員の方も病院のお医者様も言ってらしたじゃないですか。そうやってはためからはわからないように工作したんだろ。どうして私がそんなことを？仕事から帰ってきた時、すでにお母さんは倒れていたんです。私は何もしていません。お前が日頃からお袋をいびっていたのが何よりの証拠だ。今すぐ葬儀に戻って親戚の皆さんに土下座して詫びろ。いびられていたのは私の方です。なんだと？毎日罵倒されて、時にはぶたれて、作った食事を捨てられたり、私物だってほとんど取られました。そうか、最低だな。お仕事で忙しいあなたに心配をかけないようずっと黙っていたんです。分かってくれて嬉しいわ。ちげえよ、すでにいないお袋に全部なすりつけて逃げようとしているお前が最低だって言ってるんだよ。え？片親育ちなんてもらうんじゃなかった。俺がお袋からの SOS に気づいてお前と別れていれば、今頃お袋は。何を言ってるんですか？あなただって気づいていたはずです。私がお母さんになじられているところ見ていましたよね。それはお前がお袋を陰でいびってたからだろ。お袋は俺の前でしかお前に対抗できなかったんだよ。そんな。正直に言えよ、お前が手をかけたんだろ。いえ違います、神に誓ってそんなことはしていません。どうだかな。とにかく今すぐこっちに戻れ。話はそれからだ。私の味方もいない場所に戻れません。実家に帰ります。逃げるっていうのか？そもそもお前の実家も非常識だ。嫁ぎ先の姑様の葬儀に欠席するなんて。それは遠方の母が連休真っ只中で飛行機が取れなかったからで。いいわけだな。母も重々非礼を浴びていましたし、弔電も香電も出しています。普通何が何でも駆けつけるだろ。さすが姑いびりをする嫁の親だ。母を悪く言わないでください。だいたい私がお母さんをいびる理由がどこにあるんですか？理由は知らんが証拠ならある。え？お袋が毎晩つけていた日記だよ。昨日お前の留守中に遺品整理をしていた時見つけたんだ。昨日私を隣町までお使いに出したのはそのためですか？ああ、証拠隠滅なんかされたらたまらないからな。その日記にお前が日々お袋にきつく当たっていたと記されている。でっち上げです。私は一度もお母さんに逆らったことすらないというのに。平気で嘘までつくとはどうしようもない女だな。私のこと信用していないんですね。当たり前じゃないか。お前のような鬼嫁、俺は絶対に許さないぞ。お母さんの病名からも私が原因じゃないことは明らかなはずです。もし仮にお前が直接手を下したわけじゃなくても、元気だったお袋が急にこんなことになったのはいびられたストレスが原因だってことだ。だから私は何も。今日この後火葬の予定だったが、親族会議で警察に通報すると決めた。お前を牢屋にぶち込むまで徹底的に戦うからな。マサオさん、待ってください。5分後。母さん、私警察に捕まっちゃうかもしれない。どういうことだい？今お姑さんの葬儀中じゃ。抜け出してきちゃった。どうして？私ね、ずっと姑にいびられてたんだ。嫁いでから6年間ずっと。え？毎日怒鳴られて、しつけと称してぶたれることもあった。
姑さんが私のことを気に食わないのは分かってたんだけど、遺品整理で日記が出てきたんだって。そこには私が日々姑をいびっているって書いてあったみたいで。それ本当かい？マサオさんに責められて違うって何度も言ったんだけど聞いてくれなかった。しかも姑に手をかけたのは私だってことにされて、今から警察に通報するって。なんてこと。まさか嫁に行ってから6年間一度もこっちに帰らなかったのは向こうの家の言いつけかい？そうだよ。帰りたいって言っても26歳で嫁いだお前は常識がないって責められて帰れなかった。どうして今まで言わなかったの？電話だってほとんどしなくて、たまに話しても元気でやってるって言うから、てっきり幸せに暮らしていると思っていたのに。ごめんなさい母さん、ずっと心配かけたくなかったの。私が結婚するとき立派なお家にもらわれたって喜んでくれてたから。私は母親としてあんたが幸せに暮らしてくれているのが一番安心するんだよ。私が我慢すればみんな幸せなんだと思っていたけど違ってたみたい。逆に心配かけちゃってごめんなさい。あんたが謝ることじゃない。でもいいかい、どんなことがあっても私はあんたの味方なんだよ。それだけは忘れないでおくれ。母さんありがとう。とにかく大事な娘に濡れ衣着せられて黙っているわけにはいかないからね。今どこにいるの？今そっちに向かってる。飛行機が取れなかったから新幹線の自由席で。じゃあ着くのは明日になる？そうだね。行けるところまで行ったら漫画喫茶にでも泊まるよ。お金の心配はしなくていいから、ちゃんとホテルで体を休めなさい。あんたの口座にお金振り込むから。いいの？当たり前でしょ。それからあなたの無実を証明できる証拠を見つけなきゃね。そうだね。誰かに姑さんからいびられていたこと相談したりしていないの？してない。相談してしまうと悪口になってしまう気がして。それだけのことされたでしょうに。でもあんたは昔から内気で悩みを誰かに打ち明けるのが苦手だったもんね。そうかも。結局こうしてどうしようもない状況で話すから迷惑かけることになるんだよね。もう親なんだからいいのよ。迷惑なんか考えてないで頼りなさい。とにかく絶対に助けるから気をつけて帰ってくるんだよ。うん、ありがとう。3日後。連絡もよこさないでどこに行ってるんだ？実家です。すでに伝えてあるはずですが。逃げたつもりか？卑怯な女だな。警察に被害届を出す件はお前の対応次第で見逃してやるが、どうする？どういう意味ですか？命の代償としてそれ相応の示談金を払えと言ってるんだ。どういう心境の変化です？警察に通報すると息巻いていたじゃないですか。通報はした。お袋の体も解剖までしてしっかり調べてもらったさ。私が何かしたという証拠は出てきました？まあ出てくるわけがないでしょうけど。嫌な言い方だな。病名はくも膜下出血で間違いはないそうだが、だからといってお前の罪が消えたわけじゃないぞ。どういう意味ですか？家にいたのはお前一人にもかかわらず、お袋を助けられなかったのはお前の落ち度だからな。私が仕事から帰宅した時、すでに息絶えていたお母さんをどうやって助けろと言うんですか？うるせえ。とにかく保護責任者遺棄で被害届を出す。それが嫌なら多額の慰謝料を払うんだな。被害届でも何でもご自由にお出しくださいな。なんだと？訴えていただいて構わないと申し上げたんです。まあ恥をかくのはそちらだと思いますが。なんだその態度は。お袋を殺しておいてそんな口聞くんじゃない。私嫁いびりをされていたことを誰にも話していなかったので、無実を証明するのは難しいと思っていたんです。無実も何もお前がやったんだろう。私の母の執念で私の無実の証拠を探してくれて、ついに見つかりました。は？私がいびられているところをそちらの町中の人が見ていたそうですよ。どうしてそんなことがわかる？私の母の友人がそちらの町の町内会長夫人なんです。そうなのか？よく考えてみれば40年以上その地に住んでいたお母さんの葬儀にご近所さんの参列がなかったのって変ですよね。何が言いたいんだ？お母さんの私に対する仕打ちがあまりにひどすぎて、皆さん私に同情してくれていたみたいです。
まさかそれでお前の無実を証明できると思ってるのか？ええ、皆さんもしもの時は警察に証言すると約束してくれましたから。愚かだな。こっちにはお袋の日記という強力な証拠があるんだぞ。それがでっち上げだということも証明できますけど。なんだと？その日記、一日で数日分の日記が書かれていたりしたそうですね。お隣さんが回覧板を届けた時に1週間前の日付の日記を書いているお母さんを目撃したんですって。え？文字のインクを調べれば毎日つけられたものじゃないとわかるはずです。くそ、ああもういいよ。てめえに罪なすりつければ多額の示談金がもらえると思ったのに。それが目的だったんですね。本当にてめえはとことん役に立たない女だな。俺の計画がパーだ。計画って皆さんのシャンパンタワーのことですか？そうだよ。で、お前なんでそのこと？そちらの田舎は狭いですからね。あなたが熱心にキャバクラ通いをしていることは町中の噂みたいですよ。別にいいだろ、お前には関係ない。キラキラネオンのホテルに入るところも目撃されてますけど。げっ。お母さんもあなたが遊んでいることを知ってて私をいびっていたそうですね。とことん見下されていたなんて本当に許せません。田舎のババアどもはあることないこと噂するもんだろ。そんなのデタラメだ。あなたがキャバ嬢と浮気をしているところの写真を撮ってくれたご近所さんがいるみたいですから、こちらの証拠はかなり信憑性があると思いますよ。マジかよ。今まで家庭を顧みる暇がないほど仕事が忙しいんだと思っていたけど、まさか一人苦しむ私を家に残して遊んでいたとは。ほとほと呆れました。別にいいさ、離婚でも何でもしてやるよ。まさか離婚で済むと思ってるんですか？どういう意味だよ。あなた会社のお金を横領してるでしょ。え？出なければキャバクラに毎晩数十万もつぎ込む資金はどこから出ているんです？独身時代の貯金だよ。共有口座のウェブ通帳を確認したら数千万単位のお金が入金されてすぐに引き落とされているみたいでしたけど。あ、この証拠を持って警察に行きます。待ってくれ、俺が悪かった。だから警察だけは。私が行動を起こさなくてもいずれわかることだわ。事実を知った以上黙っていたら私も罪に問われる可能性があるしね。そんな。身から出たサビとはこのことね。お母さんからの仕打ちも全て警察に話してできる限りのことはするわ。人が変わったみたいじゃないか。俺はお前のおしとやかな部分に惹かれて結婚したのに。やっと気づいたのよ、私の寡黙さがつけ込まれる原因だって。俺はお前のお前の方が好きだけどな。何でも言うことを聞く奴隷だと思っていたんでしょ。そんなのはもううんざり。あなたには地獄に落ちてもらう。これからはお前の言うこと少しは聞いてやるからさ。なあ、許せよ。嫌です。あなたのしたことを考えれば実刑でしょうし、塀の中でしっかりと反省してください。後日談。その後、私が警察に提出した証拠が決め手となって、夫は横領の罪と私への脅し行為で逮捕されました。夫の親戚には本当に私が義母に手をかけたと信じ込ませていたようで、夫の逮捕を受けて親戚一同が嘘に気づき、義母の非人道的な行為も全て露見したそうです。親戚に手のひらを返された夫は縁を切られ、義母は一族の墓に入れたくないと無縁仏として埋葬することになったんだとか。夫と獄中離婚した私は実家の母の元で心を療養し、今は地元で就職し働いています。今回母がいなければ私は元夫の言いなりであの地獄から抜け出すことはできなかったでしょうし、本当に母には感謝しています。これからは自分の意思をはっきりと示せるような自立した女性になれるよう強く生きていきたいです。薬の副作用でつるっぱげになったそうね。中卒の上にまだ学生の娘を残して旅立つなんて罰当たりな女だこと。いきなり何ですか。確かに抗がん剤の影響で髪は抜け落ちましたけど、私はまだ生きることを諦めてません。悪あがきしてんじゃないわよ。余命宣告されたんでしょ。中卒の低学歴女は医者の話が理解できないの？学歴は関係なくないですか。わざわざ嫌味を言うために LINE しないでほしいんですけど。
あんたの娘が私の息子と付き合うから悪いのよ。中卒女の娘のくせに身の程を知れっつうの。翔平くんとエリが付き合うことに私の学歴は関係ないですよね。あるに決まってるでしょ。エリちゃんには低学歴の血が受け継がれているんだから。翔平は将来有名大学に行って最終的には起業家になるの。底辺な人間と付き合うのは害でしかないのよ。だから無理やり二人を別れさせたんですか。私が中卒だと知った途端別人のように冷たくなりましたよね。息子の幸せを思えば当然のことでしょ。底辺の娘は同じように底辺の男とくっつけばいいのよ。私だけでなくエリのことまでバカにしないでください。本当のこと言ってるだけじゃないのよ。ところで翔平には10個上の兄がいることは知ってる？エリから聞いたので知ってますけど、まだ若いのに起業して大成功したそうですね。その通り。なぜなら有名国立大学を出た私の息子だから。いや聞いてませんけど。私の遺伝子の素晴らしさを語ってあげてるの。あなたの娘が翔平に近づいたことがどれだけ愚かなのかを思い知らせるためにね。ただの自慢じゃないですか。中卒女のひがみはみっともないわよ。翔平も兄と同じく社長になってもらうの。そうですか。そうですかじゃないわよ。あんたの娘はそれを邪魔しようとしたのよ。どれだけ罪深いことをしたか分かってるの？お互い好き同士で付き合っただけじゃないですか。干渉しすぎですよ。無責任なこと言わないでくれる？ほんと前から思ってたけど生意気な性格してるのよね。余命宣告を受けたって聞いた時は超嬉しかったわ。私が癌になったことが嬉しいって本気で言ってますか？本気に決まってるでしょ。因果応報って言葉があるけど、やっぱり悪いことをすると罰が当たるのよね。私は悪いことなんてしてません。子供がやらかしたことは親の責任なのよ。その考え方がおかしいんです。私たちは何もしてません。これだけ言ってもわからないのね。髪の毛と一緒に知能まで抜け落ちちゃった。まあ中卒にそんなものないか。私の気も知らず好き勝手に言わないでください。私は有名国立大学出身だから中卒の気持ちなんてわかりません。そんなことよりお見舞いに行っていい？やりたいことがあるんだよね。何ですか？ハゲ女の写真を撮って SNS にアップしたいんだよね。いいねたくさんもらえると思わない？それのどこがお見舞いなんですか？私のことを笑い物にしたいだけですよね。ムキになっちゃった？中卒のくせに傷つくプライドがあるなんて意外だね。ねえねえ言ってもいいでしょ？来ないでください。会いたくありません。うわ最低。せっかく見舞いに行ってやろうと思ったのに何その態度。そんな性格だから余命宣告されるのよ。関係ないですから。黙れハゲ女。余命宣告されたくらいで優しくされると思ったら大間違いだからね。中卒の分際で私に反抗的な態度を取ったこと後悔させてあげるから。私の名前は夏美、44歳の専業主婦。同い年の夫と14歳の娘エリと3人暮らしです。家族はとても仲が良く不満など何一つない生活をしていたのですが、私は末期の癌で余命あとわずかだと医者から宣告までされていました。それでも夫や娘の励ましを受け、私は奇跡を信じることに決めたのです。薬の副作用は思っていた以上に辛く何度もくじけそうになりました。しかし絶対に完治させると家族に約束した私は諦めるわけにはいきません。そんな私に対してひどい言葉をぶつけてくる人物が、先ほどやり取りをしていたママ友の真帆さんです。真帆さんはシングルマザーで息子さんが2人います。次男の翔平くんは私の娘と同い年です。そんな翔平くんと私の娘エリはクラスメートであり恋人関係。私も真帆さんもそんな2人を微笑ましく見守っていました。しかし私が中卒であることを知った途端真帆さんは大激怒。翔平くんとエリちゃんを無理やり別れさせたのです。それがきっかけになり真帆さんは私に対して見下すような態度を取るようになりました。それは私が余命宣告をされたことによりさらにエスカレートしていったのです。1週間後。あんたのハゲ写真ネットにアップしといたよ。嫌がるあんたの顔マジでウケたわ。約束もしてないのにいきなり来るとか何なんですか。やめてくださいって言ったのに何枚も写真撮って。せっかくお見舞いに行ってあげたのに中卒はありがとうございますも言えないのかな。私のことをバカにして写真を撮ったらすぐ帰ったじゃないですか。あれのどこがお見舞いなんですか。
顔を見せるだけでも十分でしょ。贅沢言わないでよ。そんなに不満なら明日もう一回行こうか。いいえ、結構です。それよりも写真を削除してください。は？なんで？勝手に撮られて勝手にネットにアップされたら嫌に決まってるじゃないですか。あんたのハゲ頭絶対に受けるはずだよ。私はみんなを笑顔にしてあげたくてやったのに、どうしてそんなこと言われないといけないの？バカにしたいだけのくせによくそんなことが言えますね。中卒で先も長くない役立たずでも人を笑顔にできるのよ。そんなひねくれた考えをしたらダメダメ。どうしてこんなことするんですか？あんたの娘が翔平と付き合った罰に決まってるでしょ。そんなことで？私にとっては大問題なの。将来社長になる息子が中卒女の娘と付き合うなんて黒歴史でしかないでしょ。真帆さんがどう思うかはともかく、これは明らかにやりすぎです。それを決めるのはあんたじゃないのよ。だいたいネットにいくら晒されても大丈夫でしょ。どうせもうちょっとしたら天国に旅立つんだし、まあ地獄かもしれないけど、私は必ず直すって決めたんです。夫と娘を残してはいけません。そんな風に未練を残すと自爆練になっちゃうよ。ほっといてください。そうはいかないね。私やるなら徹底的に叩き潰すタイプなの。あんたが私に泣いて謝るまでとことん嫌がらせしてやる。やめてください。そんなんでやめるなら最初からやらないっつーの。本当におつむ悪いわね。さすが中卒。学歴のことばっかり言わないでください。関係ないじゃないですか。私の中ではあるの。中卒だから病気になんのよ。知能もハゲてる。くだらないことばっかり言ってないで早く写真を消してください。嫌です。中卒ハゲ女の言うことは聞きません。家事を済ませたいので。じゃあね。待ってください、真帆さん。2ヶ月後。まだしぶとく生きてる？もうそろそろ悪あがきはやめて諦めたら？大きなお世話です。薬がよく効いているので体調はすごくいいです。は？何それ、面白くないわね。面白くなくて結構です。調子に乗るな。どうせすぐに悪化するに決まってる。私は希望を捨てません。中卒女が頑張っても無駄だから。だいたい病気になったのも普段の生活がだらしないからでしょ。決めつけないでください。無気になるところが怪しいわね。中卒はおつむ悪いから健康管理もできないのね。だから癌になるのよ。脳みそもツルッツルで知能もなさそう。母さんみたいにいい大学に出てもそんな性格になっちゃうんだね。じゃあ俺高校行かないから。え？母さんって何？どういうこと？あなたの息子の翔平だよ。夏美さんにスマホ借りて LINE してる。翔平？ちょっと待ちなさい。どうしてあなたがそこにいるの？彼女の母親だからお見舞いに来てるんだよ。何もおかしくないだろ。彼女ってエリちゃんとは別れたはずでしょ？母さんには内緒で交際は続けてたんだよ。あんな勝手な理由で納得するわけないだろ。なんですって？母親である私を騙したってこと？エリと別れなかったことがバレたら面倒だからね。夏美さんのお見舞いには定期的に行ってた。翔平、今すぐその女から離れなさい。あなたはエリート街道を歩む男なの。中卒の底辺女と関わりなんて持っちゃダメ。ふざけんな。母さんの指図は受けない。なんですって？中卒女の味方をするなら家から出てけ。最初からそのつもりだよ。兄さんのところでお世話になる予定だから。え？兄さんから聞いたけどさ、母さんって生活費や遊ぶお金全部兄さんからもらってるんだよね。働いてる様子もないし、おかしいとは思ってた。だったら何なのよ。自立した子供が親を養うのは義務でしょ。お兄ちゃんは社長でお金もあるし、私を援助するのは常識よ。僕はそんなことを全く思わないよ。ちなみにだけど、兄さんは母さんへの援助をやめるよ。1円だって払うつもりはないって言ってたから。は？どういうこと？今回の件を兄さんに報告したんだよ。夏美さんを学歴で見下したり、癌になったことを嘲笑ったりしたこと。そしたらさすがの兄さんも母さんに失望したってさ。冗談じゃないわよ。お兄ちゃんの援助がなかったらどうやって生きていくのよ。私は独り身なのよ。あなたの学費だって全てお兄ちゃんに出させてたんだから。知ってるよ。とりあえずそういうことだから。絶縁するつもりだって言ってたよ。絶縁ですって？嘘でしょ。カードの支払いとか家賃の引き落としがあるのよ。私は働いていないのにどうすればいいのよ。自分で何とかしろよ。
俺も兄さんも母さんとは関わりたくないんだ。どうしてそんなことするの？私はあなたのためを思って一生懸命頑張ったのに。俺の大事な人の母親を散々罵倒しといて勝手なこと言わないで。それとさ、夏美さんの写真を勝手にネットにアップしたことを覚悟しときなよ。え？夏美さんは母さんのことを訴えるつもりだから。はあ？訴えるって冗談でしょ？そんなことする必要ないはずよ。する必要のない罵倒や嫌がらせをしといてよく言うよ。いや、それは私なりの愛情表現というか、なんというか。随分と歪んだ愛情だね。二度と僕に関わらないで。どうしてそんなこと言うの？中卒女に毒されないで。まだそんなこと言うんだ。少年から腐ってるな。実の母親になんて口を聞くの。あなたは私に似てもっと心優しい人間のはずよ。母さんのどこが優しいんだよ。冗談でも似てるとか言うのやめてくれよ。待って、お兄ちゃんを説得して。このままじゃ私生活できない。借金まみれになっちゃう。働けばいいだろ。そんなの無理よ。親が困ってたら助けるのが子供でしょ。なんとかして。助けてあげたいと思えない。謝ってほしいんでしょ。今までのこと取り消すわ。本当にごめんなさい。遅いよ。俺も兄さんも夏美さんもエリも母さんを絶対に許さない。さようなら。待って、社長になった息子二人に養ってもらう私の人生計画はどうなるの。お願いだから許して。後日談。その後、息子二人に愛想を尽かされた真帆さんは生活費すら払えない状況に。カードの支払い、家賃の滞納、借金返済に追われて生活は完全に破綻している模様。それに加えて私を侮辱した件についての慰謝料の支払いも追加され、パニックなんだとか。現在はアルバイトを3つ以上掛け持ちして睡眠時間を削って生活しているそうです。翔平くんはお兄ちゃんの元で仕事を手伝いながら、エリとは変わらず仲良くやっている様子。母親の過剰な干渉から解放されてとても楽しそうです。そして私は医者が驚くほどの回復を見せ退院することになりました。奇跡を信じて家族のために頑張って本当に良かったです。現在は3人仲良く、以前と変わらぬ生活を送っています。